チャンネル 5.5 番のだめカンタービレ公開直前生スペシャル。いやー気持ちいい。はい、チャンネル 5.5 特番をご覧の皆様こんばんは。司会の岩田光雄です。同じく司会を務めます相澤舞です。はい、よろしくお願いします。僕は相澤さんとはほぼほぼ初めてですかね。そうですね、ほぼほぼ初めましてです。どうも初めまして、よろしくお願いします。今この名刺出すタイミングですけれどもちょっと名刺がないもんで申し訳ございません。いや私あの、はい、ココアグリーンウッドの世代で、マジですか、めっちゃ見てたんで。見ててくれましたか。はい、ラジオも聞いてました。うわ、味方がいたぞ。真横に味方がいましたよ。すごい嬉しいんですけど今日は。そうですか、うん、じゃあ今日何かここで2人の間に芽生えるかもしれませんね。はい、この番組はですね、チャンネル 5.5 が制作するパロディ版、パロディ版のだめカンタービレの公開を記念した特番になります。はい、今までですね、数々の名作をいい意味でですね、ぶっ壊してきましたけれども、今回はどんな作品なんですかね。楽しみです。はい、大変気になります。はい、ということでですね、はい、早速作品に関わった方たちを関わった方たちに、はい、直接お話をお伺いしたいと思います。はい、はい、本日のゲスト、千秋役の梶裕貴さん、のだめ役の金田智子さん、そして制作と声優でも参加しているフロックマンさんです。よっしゃー、どうも。すごいテンション。もっと弾幕をお客さん視聴者の皆さん、もっと弾幕を。ちょっと私衣装かぶっちゃった。背景のですか、後ろと壁と、壁と、はい、いいじゃん、お前そのくらい溶け込んだ方がなんかいいよ。岩田さんもなんかちょっと、ごめんね、ちょっといい、ちょっといいかな。まずね、僕ね、ゲストの皆さん座らせたいんで、それからにしてもらっていいですか。でも、ゲストの皆さん、とりあえずお座りください。はい、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 すいませんね、あとね、もうちょっと待ってくれる。ここからね、順番にみんなのご挨拶があるから、その一通り行ってから聞くから、待ってて。待ってて。はい、じゃあお願いします。僕からで大丈夫ですか。自己紹介お願いします。今回僭越ながら千秋真一役をやらせていただくことになりました、梶裕貴です。よろしくお願いします。うまくなかった。さあ待ってください。はい、した感じってことだよね。そのぐらいなんかそのままダダ漏れって感じだから、うん、あの気をつけたいと思ってます。そうだね、気をつけて、特に君ほんと気をつけてね。はい、大丈夫。そして、はい、私久々の人間役で、はい、ちょっと嬉しくなってます。そうか、なんやろな、隣のおいちゃんに感謝しないとな。もう本当に、ね、久々の人間役、ありがとうございます。はい、ちょっとご挨拶させてくれるかな。おいしい歌だよ。マジですか。はい、ね、あ、今まで黙ってないよ。えまだ言ってなかった。じゃあ、あと5秒ぐらいあげるからさっさと言ってください。お願いします、はい、どうぞ。のだめ役をやらし、人間役のだめ役をやらせていただいてます。はい、神田智子です。これ、神田さん、お酒とか飲んでないですか。大丈夫、これ、大丈夫ですか。大丈夫ですか。もしかしたら飲ませた方が、もしかしたら落ち着くかもしれないけど、今度、ね、試すけ、ちょっと試す、心配ない。怖い。はい、じゃあ、OK。じゃあ、それではお待たせいたしました。はい、黒熊さん、お願いします。はい、毎回この番組で、はい、番組の冒頭と終わりで、10歳老けたって黒熊です。今日もおっとかもしれないです。記録作るそうですね。状態で結構老けてる。ぴったりですもんね。すごくないですか。お前だよ、お前。ちょっとお前黙ってる。え、フロクマンさんだから。ちょっと今な、フロクマンさん、まだな、ご挨拶途中で。まだお名前ちゃんと言い切ってないから。今回はのだめカンタービレを、僭越ながらまたぶっ壊させていただきます。はい、楽しみです。楽しみにしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あれ無駄引きできたんですよ。多分関係ないと思うよ。そうです、そうです、そうです。いや、あのね、カジ君乗らなくていいから、そういうところ違います。持ち上げる人、持ち上げる人ないから。俺はね、こいつ、はい、今日はね、はい、同じ事務所だし、古い付き合いだから。なんで後輩じゃない。すいません、すいません、先輩っす。僕挟んでそういう話楽屋でやってます。
っていってください。もう始まってるんですよね、本番。やることいっぱいあるんですよね。じゃあ早速ですね、お話を伺っていきたいと思います。まずは黒熊さん、今回のコラボ作品、のだめカンタービレを、これ選んだ理由っていうのは何なんですかね。いや、選んだ理由もとにかく、まあ、今回毎回毎回ですね、このカロリーメイトの、まあ、こうパロディ企画というか、やらせていただくにはやっぱ誰もが知る、しかもあこれやったらこういうことができるんじゃないかなと誰もが思ってるけどなかなか実現できなかったものということで、選ばせてもらって、まあ、最初は近代少年の事件、はい、で高架機動隊とか、それもいいチョイスですけど、そうですね、だから最初の作品は少年誌、で高架機動隊は割とこう大人というか、そうですね、向けだったんで、こうやっぱ野だめカンタービレでこう女子向けにちょっと行きたいな、アプローチしてみたいなと。でもまたテレビドラマもされてて、誰もが知る作品だと思いました。でもカロリーメイト、カジ、カジだ、まさか、まさかですけど、勝つながりとか言いたい、勝つながり、勝つながり、すごいじゃないですか。ちょっと入れてたのさ、もうちょっとごめん、さ、お前今ね、例えば回転数が78回転だとしたら、もうちょっと48回転ぐらいまで落としてくれね。48回転、そのままでいけ。サクドルはサクドル、サクドルからいいよ。いいですか、俺がちょっと待ってっつったら止まる努力をしてくれ。分かった、よしよし、じゃあ今止まれ。はい、じゃあ相澤さん、続きをね。いや、もう今日は岩田さんがいてよかった。そうですね、本当にありがとうございます。カジさんは、今回千秋役を演じる。ちょっと待ってね、これ突っ込まざるに。カジさんはね、つってうんつって、お前がなんでうんつって。カジさんじゃないよ。カジさんじゃねえだろ。カジが一緒じゃないんで。ああ、そうだね。じゃね、お前大人だろ。しっかりしろよ。ちょっとだけ喋る時間を。OK、 いいですか。じゃあお前置いといてな。カジさん、よろしくお願いします。カジです。はい、今回千秋役ということで、どうでしたか。ざっくりしたんですね。どういうことですか。この話が来た時、どんな感じでしたか、気持ち。いや、そうですね、もちろん原作のだめカンタービレは知っていましたし、読ませていただいたり見たりしていた作品で、なかなか自分がその千秋さんを、千秋真一を演じるなんて想像がつかなかったんですが、まあ、実はもう第1回目のそのアニメーションの方は収録しておりまして、当然そのキャラクターも見させていただいたんですけども、だいぶ違います。ショックを受けるんじゃないかってぐらいキャラクター違いますので、これだったら原作のイメージを僕が壊すことはないなと思って、そうだね、受けさせていただきました。僕ね、かっこいいと思った、ある種。そうですね、あそこまで攻めるっていうのは、そうだよね、なかなか3人ともね、潔いね。だって私のが久々の人間役だし。もうちょっと待って、次もうちょっと、もうちょっと、多分、もうちょっと待ってて、はい、どう、そういう感じですかね。そうですね、なので早く見ていただきたいですね。皆さんちょっと一回本物をちょっと記憶をこうパッて忘れていただいてから見ていただくのがいいのかなと思っております。はい、ありがとうございました。そして、はい、どうですか、金友さん。いや、なんかすごく監督が、あ、監督ですよね。監督ですよ。どんな確認ですか。なんだろう、ドキドキするな。監督ですよ。ドキドキするな、俺。何言っちゃうの。じゃあ誰がどう思ったの、この方は。ただのフロックマン。フロックマン、芸人さんがどう思ったのか。普通のフロックマンさんだと思う。でも監督が、なんかすごい、ノリノリ、すごい、後で、絵とかも後であれしてくれるし、あれじゃない。そこ大事だよ。あれなんか後で絵を、いわゆるあれしますってね。フレスコ、フレスコだったんだ。そう、お礼語みたいな。フレスコ、フレスコではないですね。今感覚で言ったのお前。感覚だよなお前な。でもそういう感じで、すごい後でやってくれるって。フレスコみたいな。そうそうそう。そうです。すっごい、だから、あれなんか割とこう伸び伸びやっていいですって言っていただいて、だからもうすごい嬉しかったです。やっぱ暴走、あ、言っていいのかな。いいよ、大丈夫大丈夫。暴走、何回か通ったんだけど、やっぱり1回としては同じ感じがないっていうのが生って感じ
しました。なるほど。生じゃないけど、生って感じがしました。そうですか。そうです、そうです。ああ、危なかった。わかりました。どうもありがとうございました。ね、さあ、これこのままこの言っていいのかな、普通にね。あ、それではせっかくのですね、ニコモ生なんで、視聴者の皆さんにちょっと聞いてみたいんですけれども、カジ君と金友ののだめ、はい、これ皆さん楽しみですか？ぜひコメントで書いてみてください。ただあまりにもまとまって書きすぎると文字重なるからね。ちょっとブレイク置きながら。あ、でも皆さん楽しみ、楽しみ、楽しみすぎる、楽しみ、楽しみ、今日期待している恐怖。いや、待ってますけどね。終わりものみたい。豆腐ってなんだよ。恐怖で豆腐が。危険混ぜるなっていう。本当に恐ろしい。ね、濡れそう。漏れそう。あ、漏れそう。ちょっと、間違えちゃうとね。またちょっと。もしくは持った、ちょっと俺が。そうですね。ちょっと持ってしまう。時間帯もどうか。嬉しい。楽しみです。すごくおしゃれ。あ、岩田さんも出してあげてもらってあります。なんで、フラグマンさん、今大事なワードに飛びましたからね。何かありました？岩田さんを出してあげてってのはすごい。そうですよ。大事ですね。せっかくね。頑張りました。じゃあ岩田さんも。はい。よろしくお願いいたします。はい。さあ、というわけで。では、あの、カネラさんの収録風景が見れるというわけで、なんとこれ放送できるんですか？どうなんですかね。でも VTR はあるらしいので、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい、というわけで VTR どうぞ。はい、回転。2014年7月、番組スタッフはのだめを演じる金田朋子さんのプレスコ収録の取材を許可された。収録前、フロッグマンとの打ち合わせに臨む金田さん。真剣に話を聞いている。面白いキャラで有名な金田さんとは別人のようだ。本当は真面目な性格かもしれないので、金田さん本人にお話を伺ってみた。普段あの金田さんは結構あの面白いキャラとして、あの暗いです、私全然暗いです。あれはじゃあ演技なんですか？そうですね、まあまりにもこの、そうですね、この私を救ってくれた命の恩人声優に対しての喜び。これ大丈夫ですかね。私大丈夫ですか。ということで、まあそうですね、嬉しくてしょうがないですね、毎日が。なんだろう、金の斧と銀の斧ぞでがいいって言って黄色い斧って言っちゃった、そんなような気持ちです。謎の言葉を残したまま、金田さんは収録ブースへ移動。いよいよ収録が開始される。はい、千秋先輩、かっこいいよ、かっこいいよ。あ、のだめ先輩のために唐揚げ買っておいたんだよ、食べてよ。真面目に演技に取り組む彼女、やはり面白いキャラは演じているのだろうかと番組スタッフは思い始めていた。しかしその考えは間違いだった。栄養のバランスが崩れてんじゃねえですか。なんだと？これ食べてくれじゃないの。これはカロリーメイトですよ。これには体に必要な5大栄養素が含まれてて、手軽にバランスよく取ることができるんですよ。はい、じゃあその後のじゃあおしゃれだな。ダメだよ、笑っちゃうよ。フロッグマンに金田さんの印象を聞いてみた。印象ですか？印象どうでした？もうこうしてでもないで、これでも事故ですよ。ほとんどこの人キャスティングしたのは。あ、すいません、もう事故を起こしてるし。面白いですね、これはやばい。ちょっと未だかつてないほどやばい作品になりそうな予感をちょっとしてますね。一体どんなのだめが誕生するのでしょうか。第1話は7月31日木曜日13時公開予定です。ちょっとよかったでしょ。どんだけお顔なんだよ。びっくりしたわ。いやでも楽しかったのよ本当に。それはもう十分すぎるほど伝わってきた。家族楽しかったよね。お前どんだけストレートなお前表現なんだよ、お前びっくりしたよ。本当楽しかったでしょ。まあちょっとじゃあ君のはいいからね、はい、ちょっとね、カジ君、カジさんのプレスコ収録
録はいかがでしたか、はい、監督との。いやでも今の収録風景見てると、うん、僕間違ってたからなんかちょっとねもうちょっとやればよかったなってだいぶ薄味になっちゃってるかもしれない。悔しいよ ね、これ見ちゃうとね足りなかったかな。食べてくださいよって言ってたのに犬になっちゃったんだよ。びっくりしたよ。普通の人そうならないですもんだって。お前がびっくりするんだから周りがどれだけびっくりしたと思ってる。いやでもさすが監督、うん、大丈夫だったよ。え、なになに大丈夫だったよ。だからどっしりしてる。やっぱ監督どっしりしてるなって。そりゃまあ監督だからな、うんうん、でも相当内部崩壊は起こしてるからなもう本当になんか切なくなるわけだ。本当ですか、うん、はい。でもね、スコもなんかだからそのぐらい楽しい感じ、はい、だからもう本当野原をはめじめっていう感じ。どんどん来てるからね。大事な人に聞きやすいですね。フロッグマンさん、はいはい、この第一話、はい、これはどんなお話になるんですかね。まあ一応狙いはですね、はい、まあその東京郊外で起きた一つのまあ、カロリーメイトにまつわる物語を描いたつもりだったんですけれども、はいはい、まあ、正直金友さんが参加したあたりから、はい、もうどうでもよくなりましたね。まあ見てくださいって感じですかね。はい、僕も実は見させていただいたんですけれども、今のフロッグマンさんの言葉がものすごく刺さりました。なるほどな、ちょっとドーンって。ドーンじゃねえ。だから勝手に入ってくるじゃねえよお前。はい、ね、楽しいよ、うん、ね、ありがとうございます。はい、はい、まだまだね、お話も伺いたいところなんですが、はい、次のコーナーに行けと指示が出ております。はい、行きましょう、行きましょう、どんどん行きましょう。行ってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。書いて当てよう、イラストクイズ。イラストクイズってことは、ね、はい、絵を描くんですか。なんと絵を描きますよ、このメンバーで。絵を描きたいと思います。描くんですか。はい、これからお題が出るんですが、はい、うん、皆さんにはそれを絵で回答していただきたいと思います。はい、というか、はい、わけです。あのスケッチブックの用意をお願いします。置きましたよ、スケッチブックが、はい、あのせっかくなので岩田さんにも書いていただきたいと思います。僕絵心ないっすよ。はい、え、そうなんですか。俺絵心ないっす。あ、でも、うん、私は、はい、あれよ、賞もらったことあるよ。賞、賞、賞もらったことあるよ。よくできたでしょうとか。そうそうそう。頑張ったでしょう。牛の絵をね、賞をもらったことあるんです。そうですか。足をね、100本ぐらい描いてる。怖い絵ですね。これね、ずっと聞いてるとね、賞もらったからもう。そうなんですよ。あ、はいはい、あ、なんなら BGM でもいいんで。はい、進めましょう。はい、お願いします。今回は野だめに関するお題が出まーす。野だめに関するお題ですか。はい。はい、あの、カジさん、絵は、あの、ご自身はありますか。なんですよ。自信はありますか。自信ですか。自信はその別にうまいわけではないですが、はい、あの画伯的な面白さもないので期待しないでください。はい、以上です。絵得意。今は言ったんですけど伝わってないようで。かぶせるのやめてくれる。ないです、ね、ちゃんと聞こう。大人なんだから人の話は聞いてね。金友さんはどうなんですか。だから私今賞をもらったことあるから。でもカズイ君もかぶせない。もうやりましょうかね。ここ無限ループが始まるからね。お願いしますよ。はい、じゃあ進めましょう。はい、はい、ちなみにイラストを審査していただきまして、この視聴者アンケートを使って投票の多い方が勝利という形で、視聴者の皆さんに、はい、競争するのいただきたいと。競争します。うわー、嫌だな。嫌ですね。嫌だなー。あー、もうだってカジ君人気あるからさ、めっちゃ多いじゃんカジ君。でもね、私神谷さんと次何神谷さんと聞いて、聞いて、お前俺でお前かぶるんじゃねえよ。お前俺抜かれてる時によ、絵をよ、かぶんなよ。はい、はい、皆さんの腕前を知るために、はい、まずはテストをやってみたいと思います。テストですか。はい、最初に書いていただく絵のお題は千秋と野だめです。後ろ見ないで、あ、後ろ、あ、後ろに、あ、そう、後ろにいるから、あ、でも画面がある。あ、でも見ないで、見ないで、見ないで書いてね、見ないで書いてくださいね。岩田さんしか見えなかった。岩田さんしか見えなかった。はい、というわけで、千秋と野だめを書いていただきたいと思います。制限時間は2分間です。それではちょっと待ってね、2分ってクロッキーじゃないですか。クロッキーの時間しかないですよ。頑張って、あ、もう書いてる。スタートって言いますよ、はい、スタートって言いますよ。それではスタート。いい、どうしよう。楽しみですね。あの視聴者の皆さん、どなたの絵が楽しみですかね。ぜひコメントに書いてみてくださいね。書いたはずなのに。千秋とのだめ、ちなみにのだめカンタービレ、岩田さんは見たことってありますか。ありますよ。すごいゴニョゴニョしましたけど大丈夫ですか。若干
若干あるそのね記憶を待て、うん、どうしようちょっと待って、どんな顔だったっけ、ね、はい、千秋が男性で、のだめがヒロインです。だって千秋でしょ、千秋ってほらなんか女の子っぽい。そうですね、千秋だけど男性です。あ、そうなん、千秋は千秋苗字ですもんね。そうか、はい、あ、苗字なんや。そうですよ、苗字なんや。え、苗字なの。そうですよ、千秋真一ですさっき僕名乗る時千秋真一って言いましたよね。はい、そうなんです。え、今知ったんですか。知らなかった千秋。俺はいいよ、俺は別に作品に参加してないからいいけどお前参加してるよな。してるけど、え、ちょっと残り1本切っておりますね。嘘、はい、残り1本切って、あと何秒ぐらいかな。30秒ぐらいかな。難しいね。どうしよう、これを。これ本当すごく難しいんですよね。楽しみですね。まあいいや、まあいいや。プロマさんもできました。いや、できてないんだけど。結構筆がやばい。さすが早いですね。岩田さん、まあいいや。ちょっとキラッと岩田さんの絵が見えちゃった。これはちょっと待って、なかなか期待できますけどね。え、なんで笑う。フロントマンさん、ダメです、横見ちゃダメです。なんか今見ちゃいけないもの見た。カネタモさんの絵見ちゃいけません。なんか今すごい心霊写真みたいな。終了ですか。早いですね。はい、というわけでですね、なんで理由聞かないから。まずは我らがフロックマンさんの絵を見ていきたいと思います。プロですからね。いや、でもね、そんなに書いてないんで、そんなにうまくないです。はい、どうぞ。じゃじゃん。おぉ、すごい。ほらね、すごい。ほらね、こういうことですよ。でもね、絶対やっちゃいけない禁じ手をやりましたね。はい。そうですね。絶対やっちゃいけない禁じ手。これは上に禁じ手やりましたね。そうですね。名乗る。ちょっとずるいですよ。最悪なことください。そうですよ。いいじゃないですかね、名乗ったって。何が立つんだよ。お前、まさかお前もやってんの。あ、まあ、で続いて、岩田さんの絵を見てみたいと思います。なぜか、千秋が、どうぞ。え、まさか、ないんですけど。え、これ、千秋ですよ。これは何、小さい秋じゃないの。まあ、秋ですね。で、野田目が、あ、こっちもある。え、黒に3枚溜まってますみたいな。これ、ダメなやつじゃないですか。ダメなやつ。ありますね、全然これしか浮かばなかったですよね。申し訳ございません。ありがとうございます。はい、でもなんだろうな、スピリッツは感じ取ってくれてるんで、うん、すごく今皆さんの拍手とかがすごい、パチパチ来てますね。嬉しい感じ。待ってます、ポイント待ってます。じゃあ次行きます。はい、続いてはカジさん、はい、お願いします。僕は、はい、あのちょっと趣向を変えまして、千秋の方は何ですか。指揮してる時の姿。お、はい、やるな。じゃん。おお、まあいけない。なんかでもすごい。そしてね、このマングース的なキャラクター、これこの着ぐるみで原作の中で登場しますから。これはゴルゴルの野球ボールじゃない。違いますね、顔ですね。これはあとね、のだめは結構こういう口するんですが、僕ね、ちょっと唇太い子好きです。まさかの岩田さんの口がチューするときにちょっと柔らかく。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。雰囲気取れてるよね。よかった。じゃあ最後になんかリーサルウェポン。私ははっきしって岩田さんには勝ってると思う。お、へえ。私風景描いてないもん。ちゃんと人間描いてるもん。お、じゃあ見せてみなさい。いいですか。さあ、じゃああなたも描いた千秋とのだめどうぞ。じゃん。怖っ。怖っ。怖っ。え、怖くない。消えたね。で、何人だそれ。どこが星の人だよ。違う。コメントがすごいことになってるんですけど。怖い。コメントで見えない。怖くないよ。お前。お前。これなんでこんな輪郭が夕波じゃねえか。違う違う。あのなんかぼやっとした感じのイメージがあるから。ぼや。それをはっきり書くやつじゃん。その描いてる。でも違うじゃん。おでこの線なんですか。なんでこれ塗ってんのこれ。どうしたの。怪我してますよね。塗ってない。何があったんだよ。違う。これ髪の毛。髪の毛。髪の毛って横にこうなりますっけ。生えます。こうなって、こうならないでしょ。え、確かによ、確かに言わせてもらうけどよ、お前、うん、千秋とのだめって書かないとわかんない。わかんない。そうですね、これ書いた方が良かったですね。まあフロッグマンさんのは禁じ手だけどな。あれはね、
でもうまい上にっていうところですね。ちょっとお願いします、一票よろしくお願いします。はい、それでは誰の絵が一番良かったか視聴者の皆さんに投票していただきたいと思います。お願いします。僕は心で感じ取ってほしい感じですよね。いや私岩田さんには負けてないと思う。おめえに負けるって。いやいや最悪だな。負けとか勝ちとかじゃないってこれ。もうすでに二人の勝負も気になります、ね、なんやろな、俺たちはちょっとカテゴリーがアバンギャルドすぎたな。アバンギャルド一緒にされたくないよ。おめえ何言ってんだよ。これは何だろう、激戦ですね、ある意味。ぶっちゃけ、なんでしょうね、あのフロッグマンさんとカジ君の一騎打ちって感じは、まあ、否めないですけどね。頑張るぞ、ね、構成も似てるしね。そうですね。あ、そうだね。まあ、どっちかって言って、でもフロッグマンさんは、あ、やったー、2位はカジちゃん。そう、待って、すごいすごい、カジちゃん24カジちゃん、すごいですよ。岩田さん、なんで視聴者。ごめんなさい、なんかちょっとお前ら疑うぞ俺。ちょっと私2番じゃない。2番ですよ、2番、結構な、あの、いや、ちょっと待って、あの、俺はいい、うん、俺はいいけど、うん、なんでフロークマンさんが負けるんだよ。やっぱ私、死んでからは売れるかもしれない。お前、ゴーホーと一緒にするんじゃねえよ。ゴーホーに申し訳ねえよ。ちょっと僕ちょっと心痛んでるんで進めてください。ちょっといろんなドラマありすぎて、僕1位なのに全然目立ってないんですけど。ちょっと寂しい。カジ君、すごい。みんな、ありがとうございます。なんか、はい、こんな感じで、やっていきたいと思います。わかりました。はい、続いて書いていただくお題はこちらです。はい、何ですか？ミレリーゲー、もう一回いきます。ミレリーゲアラパンナコンイブロッコリーです。これは何を言うんですか？こちらですね、はい、のだめカンタービレに出てくるあれになります。皆さんにはご想像で絵を描いていただきたいので、あのコメントで描かないでくださいね。皆さん簡単じゃないですか。コメントで何か描かないでくださいね。はい、はい、簡単ですよこんなの。はい、またこちらね、なんと、はい、こちらのアンケート勝利すると素敵な商品が待っておりますので、皆さんあの本気でやってください。え、何、はい、ちょっと題名がよくわかんないんだけど、何、そうですね、ミレゲ、ミレリーゲアラパンナコンイブロッコリー。ミレリーゲアラパンナ、どこから入ってるんですか？ねえ、相沢ちゃん、どこの毛かな？ミレリーに入ってるんですか？ミレリーに入ってるんですか？なんだ？ライキングヒントないの？どこの毛なんだろう？2分ですよ、書いてください。ヒントないの？書いてください。ヒントないの？ヒントないです。ご想像で書いてください。これかな？難しいですね。うん、のだめカンタービレお好きな方はあれかなみたいな、あれかなみたいなの分かると思うんですけど、ミレリーゲ、はい、ミレリーゲ、はい、愛の何かです。愛の呪文、愛の水中か。愛の水中、古いな、きっと誰も笑ってねえだろうな、視聴者。ちょっとよくわかんない。今回なんかとね、驚きの商品が出ますのでね、ほんと真面目に驚きの商品書いてくださいね。何だろう、俺はもうこれしか考えられないです。何だろう、全然わかんない。なんかみんな大丈夫かな。大丈夫かなって言われる。なんか不思議な感じになってますけど、皆さん大丈夫ですか、ね、いや、全然わかんない。全然わかんない。いや、え、なになに、全然わかりますよ。ミレリーゲ、ミレ、ミレ、ん、なんだっけ。お願いします。正解わかるのですか。相沢ちゃん、しっかりと伝えてください。すいません。もう普段はあの、回したりしない人なんですよ、私も。言ってた。いいよ、俺そういうとこ大好き。じゃゆっくりでいいから、はい、ミレリーゲの後を聞かせてくれるかな。はい。ミレリーゲ、あら、パンナ、コン、あ、1分前です。ちょっと1分前です。はい、え、あらまで行きました。あら、パンナ、コン、イ、ブロッコリー。あ、でも最後のはちょっと、ヒントかもしれないですね。うん、ブロッコリー、うん、誰に聞いてんだろうね。あの、岩田さん、書いてください。どの毛は、また僕は終わり、終わったんですか。早い、はい、あ、30秒前です。30秒前です。全然わかんない。ちょっと待って、わかんない。やめるんですか。一回書いてたのに。ブロッコリーだ、ブロッコリー。一回書いてたのにやめるんですか。お前、すごい、金友さんの足が動いてます。ドスドスしてたから。金友さんのスニーカーが。金友、初子貫徹だ、初子貫徹。ブロッコリー。初子貫徹。10秒前です。9、9、8、7、6、5秒前。4、3、2、1、終了。
ちょっと僕今チラッと見えたんですけど、なんか似た感じ。これちょっとお楽しみですね。そうですか。はい、はい、ではね、やっぱ我らがフロックマンさんから見せていただこうかなと思います。フロックマンさん、いや本当わからなかったです。マジですか。でもね、ミレディーゲーとかそういう言葉の語感から。ちょっと金田さんを想像しました。うわすごいですね。これで済ませてください、本当に今回。いやちゃんとアラって言ってますね。アラって言ってますね。アラって言ってますね。非常に写実的ですね。なんだろう、私フロクマンさんのアニメ結構見てるんですけど、あんまりここまですごい顔のキャラあんまりあんまないですか。はい、ちょっとタッチがまた違いますね。そうですね。菩薩峠か金田さんかですね。たまらないですね。すごい。はい、続いてはですね、はい、岩田さんに見せていただきたいなと思います。申し訳ないですが当てに行きますよ。おだっていろいろとやかく言いましたけれども最後はこれでしたからね。ブロッコリー。あおおこれは狙いに来ましたね。はい、うん、ました。どこがミラリーゲなんですか。これのミレリーゲなんですか。これですね。これがミレリーゲですね。そこミレリーゲなんですか。これがアラって書いてますね。アラです。あアラアラ書いてそう、ね、でその林はフェアチュラスねブロッコリー中盤分かんなかったなんだっけなってなっちゃった。当てに来ましたね。はい、ありがとうございます。はい、では続いてカジさんお願いします。はい、はい、僕はこちらです。んちょっとあの多分この肩のライン、これミレ肩やこれミレリーですね。ここあミレリーさん、はい、ミレリーそこに生えてる毛ですね。それをこうよく見てみると、うん、ブロッコリーやらパンナコッタやらがあると。あこれがミレリーゲーあブロッコリ ー, コリー、はい、でございます。そっかミレリーゲーあらパンナブロッコリーあら生えてるわっていうことです。そうミレリーの毛でございます。なるほど、うまいな。です、ね、これも心で感じてほしいタイプのやつですね。僕非常に進化した。ちょっとどっちの方が正しいのかな。えどっち2つあるんですか。2つあるんですか。どっちの方が正しいかな。もういいじゃん、2つ見せちゃう。じゃあまずは1つ目を見せていただきましょう。ブロックマンさんがめちゃめちゃ疲れてるんですよ。今また見えちゃったんだよ。じゃあ一つ目は、うん、付き合うよ俺たち。これじゃん。ね、ミレリー見てるってやつ。ミレルミレリー毛、うん、ブロッコリー。どこが？わかる？わかんない。二個目は、うん、これ。あ一緒なんですけど。これさっきの千秋と野田目と似てるんですけど。似てない。え違いますか？すごく前の人が水に溶けやすくて水に入れたらファーってこう溶けた感じ。でも見てる毛ブロッコリー、うんうん、あとは何だかよくわからない。パンがよくわからない、うん、でも全部要素を入れたっていう。わーすげー。大体わかんなかったっすね。わかんないよねこれね。わかんないですよ。俺はこれこそ視聴者に問いたいね。はい、そうですね。もう感性の勝負ですね、これは。残念ながらですね、どれが正解かじゃなくてどの絵が良かったかなんですよ、岩田さん。なので視聴者の皆さんにアンケートしたいと思います。お前らやろ、どの絵が一番良かったか投票お願いします。入ってるよ、ミッテリー系ブロッコリー。俺は今回はカジ君は入らないと思うね。あれちょっとちゃんとミレリーやっぱ魂削ったフログマさんに俺は結構いくと、まあね、俺は一票入れたい、うん、あぜひフログマさんも絵をえらのに、まあ、これはすごいいい絵ですよ。ブロッコリー全部入ってる、うん、これでお前金友が撮った日には俺はもう司会やめる。ブロッコリーしやめないでください。あの私が困ります。お前今司会やめる。今やめる。俺ゲスト扱いなの。いやすごいね、番組中に司会やめるって斬新ですよ。ミレリーゲやろー。次からゲストに。ミレリーゲブロッコリー。皆さん投票よろしくお願いします。お願いします。何だったんだろう。ああ、ね、ま、名前思い出せないですね。あ出ました。じゃお1位フラッコの方。やっぱりそうだ。あれちょっとマジや。岩田さんまた。おい岩田さんまた。おい2回続けとりしとけたかよ。岩田さんお前らちょっとやったお前いいとこついてんなお前ら。やった。2人ちょっと待って、2回とも2位だよ。誰がだよ。私俺今2位だよ。え2位だよね。多分2位ですね。やっと2位。ほっと嬉しい。発見してますね。ミレリーゲはですね、はい、ある料理なんです。えそうなんですよ。ミレリーゲは料理だ。鶏肉好きですもんね、うん、金田さん。でも違うんです。すごい今山崎さんがフォローしてくれました。すみません、はい、でどんな料理か、はい、あの再現してみた VTR がありますので見てみてください、はい、どうぞ。何ですかそれ。ミレリーゲアラパンナコンギブロッコリーを再現してくれたのは六本木一丁目駅から徒歩3分のところにある隠れ家レストラン
イタリア料理タカシ。それでは早速料理を作っていただきましょう。まずはショートパスタのミレリーネを茹でるためお湯を沸かします。その間にソースを作りましょう。ブロッコリー、玉ねぎ、ベーコンを切り分けます。熱したフライパンに細かく刻んだニンニクをオリーブオイルで炒めます。いい匂いがしてきましたよ。そこにベーコンと玉ねぎを入れよく炒めます。そして白ワインを入れ煮込みます。さらに生クリームを加え旨味と香りを引き出します。ソースを煮込んでいる間にブロッコリーを茹でましょう。茹で上がったミレリーネとブロッコリーをソースと絡めます。よく混ぜたらお皿に盛り付けて完成。千秋先輩がのだめのために作った料理、ミレリーゲアラパンナコンギブロッコリー、美味しそうですね。はい、というわけで皆さんが描いた絵と料理似てましたか？似てた。ちょっと待ってよ、見せてもらっていいですか？どこがですか？え、だって濃いだよ、濃い。お前高橋を怒るぞ。インコみたいだし、似てる。インコお前鳥だったね。鳥じゃねえよ。いや、ベーコンベーコンだよ。何見てたんですか？美味しそうとか言ってた。超美味しそうだったよ。なんかでも肉の種類は分からない。ちょっと番組の人に聞きたいっす。こんな美味しそうなものをね、見せといて、普通は出すべき。そうですよ。はい、そう思ってですね。お、なんと嘘。ご用意いたしますよ。おぉ、言ってみろ。おぉ、本当に出た。美味しそう。ブロッコリーです。あ、本当だ、すごい。あ、できたて。ちあきがですね、のだめのために作った呪文料理なんですが、はい、先ほどアンケートで1位から3位になった人には、はい、なんとこちらで食べて。ちょっと待てよ。何ですか、なんだこの新一。でも分かりやすいじゃないですか。そうだよ。分かりやすいですよ。やったー。ちゃんと戦いましたから。戦ったよね。数字出たしね。そうだ。俺両とも 1% だった。ね、岩田さん負けたってことは、すごい絵が下手くそか、すごい人気がないか、どっちか。あのな、はっきり言うぞ。両方だよ。そんなことないですけど。やるな。やめてください。司会をやめる気だ。ちょっとせっかくですからね、あったかいうちに。あ、それでですね、1位になったフロッグマンさんにはなんと、もう一品あります。どうぞ。え、なになに、なにそれ。なんともう一品あるんです。何あんの、え、何あんの、なになに、おごそかに、あれ、おごそかに登場しない。来ないですよ。生放送ですよ。さてはね、あれこけたんで、全部バーッやっちゃったんで、あれきっとね。ほんと戻ってんじゃん。戻ってっちゃった。ざわざわしてますけど、大丈夫ですか。大丈夫。私が段取りを間違えました。段取り間違えました。え、そうですか。最下位になった岩田さんにはですね、あのブロッコリーを用意していたらしいんです。ブロッコリーだけ。よかったね、ブロッコリー。はい、そうですよ。最悪じゃねえかよ。ブロッコリーを用意していたらしくて、今ブロッコリーが退散していきます。何ですか？あ、ブロッコリー。なんか来ましたよ。来た。じゃあフロッグマンさんに。フロッグマンさん何なの？一位の料理を。あれ、大根。おお。うわ、すげえ。肉。美味しそう。あのね、こちらもですね、あの千秋がのだめに作った呪文料理、ブフブルギニオンです。いいなぁ。なんとですね、このレストランたかしにはない料理らしいんですが、たかしにない。今回ですね、のだめカンタービレに出てた料理ということで特別に作っていただきました。はい、たかしに拍手。たかし、ありがとう。何言ったと、スタッフ、俺に取り分けろっつうの。今カンペが岩田さん料理取り分けてって。カンペがいいよ、やってやるよ。持ってこいや、皿。俺の恨みとともにな、みんなにやってやるわ。すごいですね。いい匂い。これだけでも美味しいんですがね、もう一品欲しいというところで、今回カロリーメイトも添えてあります。バランスいいな。そうなんですよ、カロリーメイトならですね、栄養も取れますし、独特のこの味や食感が意外といろんな料理と相性がいいんです。ちょっとカジ君、目の前でごめんね、かぶっちゃってるけど。なんか先輩にやらせてるのにすごいダメな感じを感じるんですけど。大丈夫です。大丈夫ですか。この恨みはね、いつか晴らすから。恨みってちゃんと勝負したじゃないですか。あ、出ました、
あ、いいんですか、僕は。すいません、いただきます。ブフ、ブルギニオン、はい、どうぞ、はい、ちなみに岩田さんのブロッコリーは来る予定はあるんですか、ね、うんうん、来なくていいよ、大丈夫だから、ね、ブロッコリーだけで来るんですかね。柔らかい、柔らかい。岩田さんにぜひ美味しいブロッコリーを食べていただきたいなと。ブロッコリー美味しいですか、ね、あの先輩だから、ね、ありがとうございます、ね、フォークで切れる、はい、え、いただいちゃっていいんですか、はい、どうぞどうぞ、いいですか、いただきます。美味しい感想を、野菜できました、来ました岩田さん、ブロッコリーです。別にいらないよ、あの、ねえねえ、うん、こちらは私が取り上げるので、ぜひ岩田さんにはブロッコリーをね、食べていただきたいなと。食べていいですか、はい、じゃあカジ君どうぞ。なんか、ありがとうございます。食べていい、じゃあ、愛沢さんにも誰かにみたいなぐらい会話が何種類かあるんですけど、うん、大丈夫ですか。大丈夫だよ、番組ですよね、これ。はい、どうも、お食べ、大丈夫ですよ、私も食べていいですか。今ね、僕はどっちかというとたかしだから、今たかしっていうの、岩田たかし、そう、岩田たかしだからね、今ちょっとね、たかしが俺に憑依してるから、ね、これ何の肉ですか。それはね、水牛。え、嘘だよ、知らねえよ、水牛だよ、食っとけ。じゃあ岩田さんのブロッコリーを、どうぞ。美味しい、いただきます。美味しい、美味しいよね、美味しいよ、肉が柔らかい。すいません、いただきます、うん、お肉、ばあちゃんになっても食べれるよ、これ。あ、ホロホロしてる、ホロホロしてる。塩ぐらいかけといてよ、塩ぐらいさ、すごい生々しいよ。何の肉これ、これ何のお肉ですか。牛でしょ、牛だっつってた。本当に牛、うん、嘘、本当に牛、これ。いや、牛じゃないですか、これは普通に。え、お前はじゃ違う牛ってどういう牛みたいな。牛だろ、これは。おいしい、おいしい、おいしい、みんな、まったくじゃー。岩田さん、ダメです、負けたんで。あ、そうだ、そうですよ、ダメ、な、食うようじゃないですよ。バレたね、はい。あの、岩田さん、このブロッコリーだけだとさすがにバランスが悪いということで、もうこのバランス栄養食、嘘、食べていいの、カロリーメイトはだって、おお、バランス偏っちゃダメですから。やった、ありがとう、さすがカロリーメイトは優しいな。これ何味ですかね。あ、チーズ味、定番の。美味しいです、元祖、元祖、はい、こっから始まったんだよ、カロリーメイト。カジルさん完食してますね、ブランク。うん、人参食べてますね。人参も、人参もちっちゃくて可愛いの。さっきから野菜が可愛い、可愛いってずっと言ってます。そうだよな、俺の方が可愛いよ、バカ野郎。え、誰のが可愛い、俺の方が可愛いって言ってんだよ。この番組、こんな、なんか喧嘩だけでいいんですか。ゆったりしちゃいましたね。大丈夫ですか。ゆったりしましたね。司会進行方は、あ、ミレリーゲも食べて、ミレリーゲも食べる、はい、お皿が足りない、そう、なんかスタッフ、お皿持ってって、これもいいじゃない、これ、これでもいいです。じゃあみんな直箸でいっちゃって、はい、箸じゃねえけど直フォークでね、直フォーク、あ、はい、ない、トングだ、あなたはまとめてて、俺やるからこういうこと得意だから、トングの使い方がわからなかった、トングはね、はい、はい、すごい、すいません、はい、はい、はい、ブロックマンさん、いくよ。美味しそうですよ、ミルリーゲー。はい、はい、はい。こちらどちらものだめカンタービレに、はい、あ、すいません、お皿が来ました。お前の、お前の、お皿来ましたね。美味しそう。でも2つ、今来た、もういいよ、これでいく。みんなね、わがまま言わないから大丈夫。ちょっと味混ざるけど、上の方から食べて。そうそうそう、ねえねえ、ちょっと大丈夫ですか、あの、うんうん、お姉みたいになってますか。お前に言われたくない。あ、どういうことですか。美味しい。ニンニク、これすごい、カジ君どうぞ。すいません、ありがとうございます。ニンニク、じゃあ相澤ちゃん、あ、これ私にもくれるんです、ありがとうございます、いただきます。あの、ぜひカロリーメイトも合わせて、あの、めちゃめちゃ美味しい、パン代わりにどうぞ。ガーリックすごいですね、食べてみてください、ね、これ何買います、これニンニクじゃないですか、ガーリック強いの、ニンニクとガーリックっていい、僕臭くて嫌になっちゃうな。あの、俺も食べ、岩田さん、はい、ガーリックがすごいですねって言ったら、うん、金田さんがこれニンニクじゃないのって。お前バカだろ。あと、そして、うん、あの、向こうのスタッフが勝手に喋り始めるっていうわけわかんない感じ。お前ら少しさ考えろよ。今ただのご飯タイムじゃないんですからね。そうだぞ、生放送ですから、自由か。これ放送してるんだ。そうですよ。ごめんね、視聴者の皆さん。そうですよ、ね、じゃあ、はい、あの、食べてていいよ、今何ページ俺進めていくから。あ、でもね、次、あの、V なので、あ、V か、ゆっくり食べる。お、そうだね、じゃあ V 振りしよっか。はい、あ、もういっちゃっていいですか。いい、まだこれ食べてていいの。くっちゃくちゃですね。俺としては、なんだろうな、早く終わりにしてほしい、ね、食べるのね、うん、おいしい。じゃあ、はい、じゃあ、スタッフの紙人形に、はい、引退と思います。 OK。 どうぞ。はい、カンペ出ないね。
この9ページです9ページ事故が起きております。絵だけしか映っておりません。はい、頑張れ。さあさあ、間もなくでございます。5秒前。ちくしょう、みんな美味しそうに食べるな。悩ましいけど、わしもミレなんとか食べたいけど。川粒町、ちゃんと言えてないじゃないですか。いや、何を言ってるけど、少し長いから略しただけだわい。ねえ、何を騒いでるの？本番中よ。あ、沢谷さん、いや、川粒町があの料理食べたいってうるさいんですよ。川津さんって、ずいぶん欲しがり屋さんなのね。いや、申し訳ないけど、すぐ欲しがってしまうけど、食べたい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 、あの料理が食べたいけど。川津さん、私たちは貧乏なテレビ局で、予算もあまりない。偶然入手した人気作品のリメイク加減でアニメを作って視聴率を稼ごうとしているせこいテレビマンだわ。でも我々テレビマンには視聴率しかないのよ。食欲の前に視聴率を稼がなきゃ。栄養不足なテレビマンにはカロリーメイトがおすすめよ。ん？何かいいこと言ってそうな雰囲気出してますけど、沢谷さんはつまみ食いしてますよね。横切ったけど今。おじさんが横切ったけど。ちっ。なんだったんだあの人。今横切った人も一体何だったんだ。いや、さか、そんなことより気を取り直して小林くん、次のコーナーに行くぞ。了解です。小道具の、あれ、なんか手が出てた。これ、カジくん、いてカジくん、やめて、あ、なんか、おーい。なんじゃこのカオスな終わりは。でも、バレちゃったよ、今なんか。人映ってたよ。今のは事故のコーナーでいいんですか？だいぶ事故でしたけど。いいんですよね、これが生ですよね。そうそう、よし。さあ、それではいよいよ次のコーナーに行きますよ、皆さん。事故ですってカンペ、何なんだ。さあ、皆さん、ここから気を取り直して、はい、次のコーナー行かせていただきます。お、はい、その次のコーナーは、はい、視聴者参加型生アフレコ。いやぜひ最初からお願いしたかった。よし、はい、このコーナーでは、はい、千秋役の梶さん、はい、のだめ役の金田さんに、うん、視聴者の皆さんが考案したセリフをその場で再現していただきます。いや、今ね、はい、ダメ役金田智子さん、すごい今な、段取りを追ってんだからわざわざ身を乗り出して言うな。すいません、ダメ役って聞こえちゃって。大丈夫だよ、喉ついてる。のだめ役。じゃあ台本に戻らせていただきます。面白そうですね。もうちょっと気持ち込めてもらって、いくらなんでもちょっと読みすぎかな。いや、面白そうですね。どんなセリフ2人は言ってくれるんでしょう。はい、まずはこちらのお題をご覧ください。どうぞ。お題は千秋とのダメです。あれ、さっきと一緒ですね。全く一緒ですね。あれ、手抜きかな。大丈夫かな。いや、でも今これが主人公ですから。まあ、そうですね。はい。なるほど、千秋とのダメということで。はい、視聴者の皆さんには、のだめのカロリーメイトを勝手に食べているところを目撃され、はい、必死に言い訳をする千秋のセリフを考えていただきたいと思います。視聴者の皆さんに、はい、はい、なるほど、千秋のセリフですね、はい、はい、まずはお手本としてカジさんと金田さんに自由に演じてもらいたいと思います。はい、まず千秋、のだめが言うんで、それに対して、皆さんに考えてもらうと。はい、じゃあ金田さん、はい、早速よろしくお願いします。スタート。ここで、そうだよね、台本ないとね。うわあ、千秋先輩、それ私のカロリーメイトですよ。なんで勝手に食べてるんですか。返してください、それ私のです。返してくださいね。黙ってないで、なんか言ってください。怖い。こののだめ怖い。はい、よく分かってないんですけど大丈夫でしょうか。はい、なるほど、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ視聴者の皆さん確認しますね、はい、ちょっと息多めですけれども、はい、のだめがああいうことを言ってます。最後は何か言ってくださいきっかけで、先ほどは、カジ君が怖い、
はい、何か怖い、うん、怖い、そうですね、何か怖いのを素直な、はい、あなたたちが考えてください。はい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。はい、でここの視聴者の皆さんに今投稿してもらってるセリフを、はい、岩田さん、金さん、金田さん、はい、黒熊さんに拾っていただきまして、はい、で書いていただきます。書きますんで。急にもやっとします。はい、皆さん近くにあるですね。はい、はい、自分の元を出してください。はい、はい、そしてそれを書いてくださいね。で、はい、じゃあ家族も拾って、コメントを拾えばいいですね。はい、じゃあ皆さんもこう思いついたやつをどんどん書いてくれ、くれ、書いてください。はい、今ここに流れてるセリフの中から、はい、お気に入りのセリフが見つかりましたら一つ選んで書いてください。流れが早いですね。早いですね。ちょっとちょっと、ちょっと流れが早い。今ね、また一つ事故が起こりました。カメラにスタッフさんが激突するわけでしょ。分かりにくい事故が多分ね、今日伝説生まれてるからね。そうですね、なかなかないですよ。すごいね、あんなに打ち合わせやってるのにこうなっちゃうんですね。お前さ、言うなよ、それをよやってるよって言わないと、ね、はい、で、その皆様にセリフを選んでいただきまして、全部一応カジさんに言っていただきます。で、その4つの中で良かったものを決めたいと思います。 あ、これにしようか、どうしたね。あの、同じセリフね、できればもう何度も何度も打ってくれると、なんかね、流れてっちゃうんで、あー、いいなと思っても、ね、最後まで書けないんですよ。セリフの勢いがすごすぎて、なかなか。一郎さんぐらいだよ、書けるの。あ、一郎さん誰ですか、それ。どこの一郎さんですか。ちょっと待って、同じコメントはできませんってなんか書いてました。あ、そうなんだ。あ、そうか、同じコメントダメなんだ。じゃあ若干変えて、若干変え、うん、ちょっとね、うん、動体視力が相当良くないと、ね、あ、なるほどね。これはどれにしようかな。難しいです ね、 ね、だんだん僕はちょっと目が疲れてきましたね。そうです ね、 ね、でもめまいがしてきた。酔いますね、これね。よし、じゃあこれでいこう。あ、でもさっきのでいいじゃん。これもらった。これいいね。お、だんだん決まってきましたね、皆さん。皆様どんどんコメントしてください。まだまだ選ばれるチャンスがあります。はい、私決めました。決めましたか。僕も決めました。お、決めましたか。はい、いただきました。あとは、あとは、はい、これじゃ全部書きました。できた。あれ、最初の頃のやつにした。皆様最初の頃のやつ。はい、はい、ではでは、では皆さんの見ていきたいと思います。はい、これ恥ずかしい、ちょっと。じゃあこれ、みーちゃん、やばい、やばい、カネさんに。はい、じゃあまずは私の方から見ましょう。はい、見ていただきます。カネさんが一人パニックを起こしてるんで、さっき書いたね、あのブロッコリーとかが。みーちゃん、いいよ、別に、はい、もう今更ですよ。はい、あの、カネとも、ちょっと静かに書いててもらっていい？はい、今始めるからね。はい、じゃあ、私が選んだ視聴者さんからのコメントはこちらでございます。はい、じゃあ、カネさん、始めてください、演技を。どうぞ、スタート。あぶやー、ジョーキ先輩、ちょ、それ私のカロリーメイトですよ。なんで食べるんですか。あ、返してください。あ、それ私のですよ。あ、返してください。ね、黙ってないで、なんか言ってください。お前はお尻でもかじってろ。はい、というわけで、私が選んだのはお前はお尻でも弾ってろ。おー、すごい、こちらでございました。さすがカジさんですね。これ僕被っちゃったんですけど。あー、いやいや、カジ変えた方がいいかな。じゃあ次はね、頑張って違うの、はい、今のうちに。なんだ、カジ君と僕はセンスが一緒だったね。そうですよ、ね、一緒、ありがとうございます。はい、さあ、じゃあその間にですね、被ってないですか。あ、私、被ってないと思う。あ、僕も被ってないです。うん、おー、どっちから行きやすい。カジ君、どれか今ありましたか。じゃあカジ君待ちでちょっとですね、今選んでいただきまして、はい、じゃあ、なんかちょっと皆さんまだまだ、カジ君待ち、あ、もう大丈夫、はい、あ、もう、もう、はい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 、あの、はい、ありました。はい、できましたよ。はい、じゃあ続いてカジさんの、はい、自分、ご自分で選んだセリフを、そうですね、いただきましたら、はい、じゃあ、金友さん、どうぞ。落ちまですごい長いですね。欅先輩、あ、それ私のカロリーメイトですよ。なんで食べてるんですか。返してください。あ、それ私です。返してください。あ、ね、ね、あ、黙ってないで。のだめ、のだめ、なんか、言ってください。あ、言ってください。くん、打ち消してやる。
ちゃったんで。何？流れてたやつを。あのいろいろあったんです。大きいものに対してね、同じのあたりを狙うというやつが。はい。ありましたからね。さあそれではですね、次行きたいと思います。はい。誰行きますか？次は金友さんにお願いしたいと思います。これ振り全部やりますか？はい。これお師匠にも金友さんの経過が面白くなっちゃってるんですけど。金友、あのもうちょっと巻きでお願いします。分かった。分かった。急ぐよ。3、2、1スタート。うわぁ、清木先輩、それ私のカロリーメイトですよ。のだめ、呼吸しすぎだよ。返してくれ。それ私のです。返してくれだ。ねえ、両手で。ほら、返してくれだ。いらない、抜いてください。じゃあこのハウス、ちょっと息多めにした。息ちょっとじゃないです、だいぶ多かったですね。どんどん増してます。はい、最後はハウス。はい、というわけで最後は、はい、最後はフロッグマンさんです。はい、よし、フロッグマンさんでございます。よし、フロッグマンさんの、じゃあですね、そーっと、はい、カジ君に、はい、わかりました。はい、準備が整いました。それでは3、2、1、はい。うがー、あ、千秋先輩、それ私のカロリーメイトですよ。なんで食べるんですか？返してくれさ。噛むな、噛みつくな。じゃあ、いらない、返してください。あー、じゃあ、カジューリムス、はい、よし、こうなったらたかしに相談だ。はい、たかし、たかし、ビバたかし。いや、これすごいですね、面白いですね。たかしに相談。あ、すごい、はい、まあ、正直僕のが一番面白かったと思うんですけどね。どうだったでしょうか。それではですね、視聴者の皆さん、どのセリフが面白かったのか、またアンケートをしていただきます、うん、誰のセリフが一番良かったか視聴者の皆さんに投票していただきたいと思います。それでは投票準備よろしいでしょうか。スタッフ、投票準備よろしいでしょうか。バタバタしております。はい、さあそれではどうぞ皆さん、スタート。お、すごい、ちゃんと打ってる。おお、生なのにすごいですね。すごいですね。すごいね。超急いで書いてくれましたね。迷ったのが岩田にブロッコリーっていうのがあったんですよ。それはなんかいいなと思って。いいですね。非常にね。岩田にブロッコリー。岩田にブロッコリーですね。僕さっき実は4つぐらい食べました、ブロッコリー。味ないとね、ちょっと非常に寂しいものがありました。カロリーメイトありましたからね。カロリーメイトがね、本当美味しかった。なんかブロッコリーみたいな顔してるしね。うっせぇわ。髪型が。まあまあ、確かにな。認めちゃうんですか。ブロッコリーみたいな。さっき楽屋で金友さんがその髪型似合ってないよとか岩田さんに言ってて、ひどい、ひどいですね金友さん。どうしたどうしたって。どうしたどうした。あ、出ました出ました。わあ、クシクシやる。お、金友さん2位ですね。でも俺がついに3位にやった。おお。好きだったんですか。私も好きだったんだ。はい、なんとですね、最下位には罰ゲームが。まさかのフロッグマンさんが罰ゲーム。そんなことある。まさかの、あの罰ゲームはですね、のだめといえば音楽なので、この鍵盤ハーモニカで一曲弾いていただきたいと思います。すごい、鍵盤ハーモニカ来ますか。開きました。フロッグマンさん確かに吹けましたね。なんとですね、フロッグマンさんにちなんでカエルの歌ですね。すごい嫌だこれ。わかりました。それではですね、フロッグマンさん準備の方よろしいでしょうか。これどうすればいいんだ。これね、刺しますね。あ、こっちか。緑の剣、緑のでよかった。伸ばします。そして息をまず吹き込んでみてください。一応試し打ちじゃないですけど試してみましょうか。音出ますか。36年ぶりに吹きますよ。はい、音出ますか。あ、そこまででございます。それではですね、フロッグマンさん演奏。まあ、もうちょい、よしなさい。もういける、いける。フロッグマンさん演奏お願いします。あ、すごい、弾ける。シュールすぎやしませんか。すごい、俺もすげえシュール。何この時間。まさかフロッグマンが罰ゲームの予定ではなかったね。え、わけわかんない時間が。こんなはずでは、こんなはずではなかった。ここだけ見たら、どんな大人の音楽教室みたいな。教育番組みたいでしたよ。なんか吹けたけど、なんか弱々しかったね。うせえよ。本当にね、すごい楽しい。正直ここだけ一瞬イケレになりましたけどね。そうですね、本当です。映画そうでしたね。フロッグマンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。
何これ。さあ続いてのコーナーは何になるわけですかね。はい、またあの恐怖の紙芝居コーナーがやってまいりました。そうですか、スタッフの皆さん紙芝居ですよ。あれは恐怖だったな本当に。さあ紙芝居いきますよ。はい、え、それでいいの、バックバック、それでいいの。絶対違いますよね。大丈夫だよ、まあ、もういいんじゃない。俺作るから、まあ作る、そっちだね。そっちだよ。はい、行くよ。なんで変えておかなかったんだ。それでは紙芝居まで3、時間あったよね。2、1、どうぞ。いや、心に響くメロディーでしたね。いや、まるで歌うように曲を弾いてたけど、ドレビアンだけど、フロッグマンじゃったけども。え、カオツさん、もうそろそろ番組も終了ですよ。いや、早く終わった方がいいよ、この番組。そうとは限らないわ。終わるとは限らないかもしれないわよ。そんなこと、どういうことなんですか。みんなが望めば、番組延長もあり得るってことよ。いや、やめときましょうよ。やめときましょう、本当に。はい、アドリブか。本当にやめときましょう。きっと金友さんがまた変なことし始めますから。なんだって。どういうことかしら。さあエンディングが始まるわよ。これで正解なんですか、この番組は。終わったんですか。終わりました。終わっちゃいましたね。面白いね。面白いやつでした。なんと番組もいよいよエンディングの時間が来ました。エンディングが来ました。ね、大丈夫これ。金友さんが言うんですかそれ。ちょっと自己表現ない気がするんだけど。落ち着いて、落ち着いてください、ね。はいはい、そろそろ番組もエンディングでございます。じゃあ最後、ね、終わりよければ全てよしで頑張ろう。ちょっと俺の話聞いてる。大丈夫。お前ちょっとさ、大丈夫、よだれとか出てない。大丈夫か。大丈夫かな。それはおかしい。ね、しまいましょう、ね。さあ、それではゲストのカジ君、はい、金友、フロクマンさん、はい、一人ずつぜひ感想を聞きたいところでございますけれども、どう感想って今日のですか。今日のですよ。今日のぜひ、今日の集中して聞きたい感じなんでね。どうですか、カジ君。よく分かんなかったです。なんかよく分かんなくて、うんうん、でもすごく楽しくて、うん、すごく疲れて。早くお家帰って寝たいなと思います。楽しかったよ。ありがとうございます。まあでもね、そうは言うてもカジ君結構楽しんでやってくれてたんだよね。いや楽しかったです、でも、ね、はい、まあ、ね、想像してたよりもはるかにいろんな事故が起きましたけど、うん、こっち側もこの画面の奥のそっち側でもいろいろありましたけど。でもね、それはね、事故というと事故なんだけども、はい、なんていうかな、よく言うとすごくファミリー的な番組だったよね。そうですね、いい、よかった。すごくファミリー感があって、なんかみんなのなんだろうな、和気あいあいさと一つになった感が俺は感じられた。急にかっこいい感じになりましたけど。バランス取っていただきありがとうございます。どうもありがとうございます。バランスを英語しただけにありがとうございます。さあ、じゃあちょっとあなた最後にした方がいいかな。そうですね、うん、ね。いやでも、いや、やっぱりフロクマさん最後にね。いや、いいでしょ、カルトマさん最後にしましょう。いや、ダメです。そうすると収集つかなくなるんで、この番組が閉まらなくなるんで。どうでしたか、金友さん。はい、私は、はい、ね、なんか、ね、みんなで、うん、なんか最初に、番組最初に、はい、みんなで、はい、ほら、脳を全く脳脳脳脳って脳みその脳ですか。じゃあ、野原を。あ、野原、ね、あのさ、野原っていうよ、うん、ノーって言うと、ノーミソの方なんですけどね。ほら、みんな思うよ。視聴者もみんなハテナマーク。野原を、なんかでも、駆けずり回る感じで。駆けずり回る。そう、野原を駆けずり回る感じで、はい、もうパンツも履かないで駆けずり回る。なんでパンツ履かないのかな。だから生だから、ね。オープニングから繋がったんです、エンディングに。コメントが。カジ君、すごく拾ってくれてありがとう。そういうイメージでやったら、本当にみんなで、そういう感じになって。そういう感じってよくわかんない。具体性ないよ今。だだ漏れちゃった感じ。だだ漏れたからみんなが失敗したりとか、そういうのも全部お見せするって感じで。でもそれはある意味すごい良かったと思う。うん、なかなかね、うん、できないことだと思う。ああ、そうなんだ、うん。なんか上から目線だけど、でも言ってることはただの良かったと思うだけしか伝わらなかった。だけどみんなでほら、さっき大田さんが言ったみたいに、うん、みんなで一致団結したみたいな感じになったってことでしょ、うんうんうん。それはだからみんなでみんなのケツを吹きまくったって感じで、そう良かったと思う。なるほど。ちょっと画面に書いてあることを代表して言ってもいいですか。お願いします。ハウス
はい、多分これみんな思いが伝わったんじゃないかなと思っております。まあ、でもすごい楽しくやったんだから、はい、良かったと思う。そうです、本当にね、うん、そんなこのお二人を、まあ、どっちかっていうとね、あの、まあ、ひどくリーサルウェポンだったのは金友さんでしたけども、どうでしたかフロックマンさん。あれなんか別の場所にいるみたいな。なんか時差とかありそうだから。日本かな、中継じゃないからね、フロッグマンさん。教育番組の人ですよ ね、中継じゃないよ、こう E テレでもないし、ね、E テレですよね、これ ね、どうだったかな、あの、はい、この番組って、そもそもこういう、なんですか、はい、これをなんか盛り上げるためにやるはずだったと思うんですけども、フロッグマンさんのそのアニメ、うん、たちを ね、なんか、うん、なんでこう僕盛り下がってんでしょうね。下がっちゃったか。本当。ちょっと大丈夫かな。何なんでしょうね。なんかこれからバーっていくはずなのに、なんかここだけ盛り上がっちゃって、うん、大丈夫かなって。俺ね、一の不安をすごいすごく失敗したなっていうのは、席順失敗したかなと思ったの。できればフロークマンさん真ん中か、カジ君の位置かなと思って。うん、そうですね。やっぱね、金とも端が良かったかな。私も端が慣れてる。端が慣れてる。そんなセンターなんていたことほとんどないんで、うん、私端っこか上の方か。上の方か。ひな壇的な。僕その番組見ました多分。そういう感じが多いんで、ちょっとそんなちょっと私、うん、でもさ、金とも一つ言わせてもらっていい、うん、今ね、まだフロッグマンさんの感想のことなんだ。そうですね、まだ終わってなかった。さあ、はい、というわけでフロッグマンさん、本当にどうも、はい、どうでしたかね。でも、なんでしょうね、皆さんすごく今日盛り上がってて、はい、なんかさっきからも神回神回とか言って、はい、この番組だけなんかすごく一点突破で楽しかったんじゃないかなと。それはなんかとりあえずはまあ良かったなと、すごくそういう意味ではもうカジさんのファンもすごい今日見てくれてる方もものすごい多いし、番組としては成功かなと。まああとはね、まだ3本はい、あります。作品が残ってますから。金友さんとお付き合いして作らなきゃいけないし、カジ君もやってくれないし。なんかおかしいぞ。いや、カジ君ってすごく礼儀正しくて、こんなね、もう今もうおしまいをされるトップスターであるような、すっごく丁寧で、すっごいいいし、だからもうなんとかカジ君で心のバランスを取って行こうかな。僕はフロクマさんにとってのカロリーメイト。カロリーメイトだ。いや、私は何、はい、多分ちょっとみんなコメントできない、うん、コメントするとちょっと危険があるから、うん、ちょっとアドにする。そうですね、番組終わったりはしてくれ、はい、ね、ありがとうございます。頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。コラボアニメ第3弾、はい、のだめカンタービレ、はい、あの噂の第1話ですね、あさって31日木曜日より配信開始となります、はい、楽しみですね。よろしくお願いします。はい、そしてカロリーメイトの最新情報は Facebook をご覧ください。はい、はい、よろしくお願いします。さあ、というわけで、いよいよお別れの時間が来てしまいました、はい、改めてご紹介いたしましょう。本日のゲスト、梶裕貴さん、そして金田智子さん、そして、はい、フロックマンさんでした、はい、ありがとうございました。お願いします。そして、まあ何を言ってもですね、何よりも頑張ってくれた相澤さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。岩田さん、岩田さんがいてくれてよかったです。ありがとうございました。とんでもありません。というわけでね、改めて司会は私、岩田光雄と相澤舞でした。それでは皆さん、せーの、さようなら。チャンネル 5.5 番のだめカンタービレ公開直前生スペシャル。いや、気持ちいい。はい、チャンネル 5.5 特番をご覧の皆様、こんばんは。司会の岩田光雄です。あさ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 あ、はい、同じく司会を務めます相澤舞です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕は相澤さんとはほぼほぼ初めてですかね。そうですね、ほぼほぼ初めましてです。どうも初めまして、よろしくお願いします。今この名刺出すタイミングですけれども、ちょっと名刺がないように申し訳ございません。いや、私あの、はい、ココアグリーンウッドの世代で、マジですか、めっちゃ見てたんで。見ててくれましたか。はい、
ラジオも聞いてました。うわ、味方がいたぞ。真横に味方がいましたよ。すごい嬉しいんですけど今日は。そうですか、うん、じゃあ今日何かここで2人の間に芽生えるかもしれませんね。はい、この番組はですね、チャンネル 5.5 が制作する、パロディ版、パロディ版、のだめカンタービレの公開を記念した特番になります。はい、今までですね、数々の名作をいい意味でですね、ぶっ壊してきましたけれども、今回はどんな作品なんですかね、楽しみです。はい、大変気になります。はい、ということでですね、はい、早速、作品に関わった方たちを関わった方たちに、はい、直接お話をお伺いしたいと思います。そうですね、はい、はい、本日のゲスト、千秋役の梶裕貴さん、のだめ役の金田智子さん、そして制作と声優でも参加しているフロックマンさんです。よっしゃー、すごいテンション。もっと弾幕をお客さん、視聴者の皆さん、もっと弾幕を。ちょっと私に衣装かぶっちゃった。え、誰か背景のですか、後ろと壁と、壁と、はい、いいじゃん、お前そのくらい溶け込んだ方がなんかいいよ。岩田さんもなんかちょっと、ごめんね、ちょっといい、ちょっといいな。まずね、僕ね、ゲストの皆さん座らせたいんで、それからに座っていきます。でも、ゲストの皆さん、とりあえずお座りください。はい、お座りください。すいませんね、あとね、もうちょっと待ってくれる、これからね、順番でみんなのご挨拶があるから、その一とおり行ってから聞くから、待ってて、ね。僕からで大丈夫ですか。自己紹介をお願いします。はい、今回僭越ながら千秋真一役をやらせていただくことになりました、梶裕貴です。よろしくお願いします。うまくなかった。さあ、待ちきれない。はい、した感じってことだよね。そのぐらい、なんかそのままダダ漏れって感じ。だから、うん、気をつけたいと思ってます。そうだね、気をつけて、特に君、ほんと気をつけてないかな。はい、大丈夫。そして、私、はい、久々の人間役で、はい、ちょっと嬉しくなってます。そっか、じゃあ、なんやろな、隣のおいちゃんに感謝しないとな。もう、久々の人間役ありがとうございます。ちょっと待って、はい、これちょっとご挨拶させてくれるかな。教えたでよ。マジですか。はい、ね、今ね、黙ってないよ。まだ言ってなかった。じゃあ、あと5秒ぐらいあげるから、さっさと言ってください。お願いします、どうぞ。のだめ役をやし、人間役のだめ役をやしていただいてます、はい、金田智子です。これ、金田さん、お酒とか飲んでないですか。大丈夫、これ、シラフ、シラフ、シラフ、大丈夫ですか。もしかしたら飲ませた方が、もしかしたら落ち着くかもしれないけど、ね、今度試す、ちょっと試す、心配ない。怖い。はい、じゃあ、OK、じゃあ、それではお待たせいたしました。フロクマさん、お願いします。はい、毎回この番組で、はい、番組の冒頭と終わりで、10歳老けたフロクマです。今日は記録作るそうですね、ほんと状態で結構老けてる。そうですね、ぴったりですもんね。すごくないですか。お前だよ、お前。ちょっとお前黙ってる。フロクマさんだから。ちょっと待って、ちょっと今ね、フロクマさん、まだな、ご挨拶が途中やん。まだお名前をね、はい、ちゃんと言い切ってないから、はい、どうぞ。はい、今回はのだめカンタービレを、僭越ながらまたぶっ壊させていただきます。はい、楽しみです。楽しみにしてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。フロクマンさんだから、はい、あれ無駄引きできたんですよ。多分関係ないと思うよ。そうです、そうです、そうです。いや、あのね、カジ君乗らなくていいから、そういうところ違います。持ち上げる必要、持ち上げる必要ないから。俺はね、こいつ、はい、今日はね、はい、同じ事務所だし、すごい付き合いだから。なんで後輩じゃない。すいません、すいません、ちょっと先輩っす。僕挟んで、その話楽屋でやってもらっていいですか。もう始まってるんですよね、本番。本番、本番、ね、そうなんです、やることいっぱいあるんですよね。そうです、ありがとうございます。じゃあ、早速ですね、はい、お話を伺っていきたいと思います。はい、まずはフロクマさん、はい、今回のコラボ作品、はい、のだめカンタービレを、はい、これ選んだ理由っていうのは何なんですかね。いや、選んだ理由もとにかく、はい、まあ、今回毎回毎回ですね、このカロリーメイトの、はい、まあ、こうパロディ企画というか、うん、やらせていただくには、やっぱ誰もが知る、しかも
あ、これやったらこういうことができるんじゃないかなと誰もが思ってるけどなかなか実現できなかったものということで、はい、選ばせてもらって、まあ、最初はあの近代少年の事件、はい、で高架機動隊とか、はい、それもいいチョイスですけど、そうですね、だから最初の作品は少年誌、はい、で高架機動隊は割とこう大人というかそうです、ね、向けだったんで、こうやっぱ野だめカンタービルでこう女子向けにちょっと行きたいな、アプローチしてみたいなと、うん、でもテレビドラマもされて、はい、誰もが知る作品だと思いました、うん、はい、でもカロリーメイト、カジ、カネダ、カズ、カズ、まさか、まさかですけど、カツナガリとか言いたい、カツナガリ、カツナガリすごいじゃないですか、ちょっと、もうちょっとごめん、あさ、お前今ね、例えば回転数が78回転だとしたらもうちょっと48回転ぐらいまで落としてくれないか、48回転、うん、そのままでいけ、あ、いや、尺取るわ、尺取る、尺取るからいいよ、いいですか、うん、はい、俺がちょっと待ってっつったら止まる努力をしてくれ、分かった、よしよし、じゃあ今止まれ、はい、はい、じゃあ相沢さん、はい、続きをね、はい、いやもう今日は岩田さんがいてよかった、はい、そうですね、本当にありがとうございます、カジさんは、はい、今回千秋役を演じる、ちょっと待ってね、これ、はい、突っ込まざるに、カジさんはねっつってうんっつって、お前がなんでうんっつって、カジさんじゃないよ、カジさんじゃねえだろ、カジが一緒じゃないんで、はい、あそうなんですよね、お前大人だろ、しっかりしろよ、ちょっとだけ喋るとか、いいですか、あの私を映さないでカメラマンじゃあお前置いといてな、カジさん、よろしくお願いします、はいですはいはい、今回千秋役ということで、はいはい、どうでしたかざっくりしたんですね、どういうことですか、はい、あのこの話が来た時、はい、あの どんな感じでしたか、気持ち、いやそうですね、あのもちろんあの原作のだめカンタービレは知っていましたし、うん、あの読ませていただいたり見たりしていた作品で、うん、なかなか自分がその千秋さんを、千秋真一を演じるなんて想像がつかなかったんですが、うん、まあ、実はもうあの第1回目のそのアニメーションの方は収録しておりまして、はい、当然そのキャラクターも見させていただいたんですけども、うん、だいぶ違いますショックを受けるんじゃないかってぐらいキャラクター違いますので、はい、うん、これだったら原作のイメージを僕が壊すことはないなと思って、そうだね、受けさせていただきました、うん、はい、僕ねかっこいいと思ったある種そうですね、うん、あそこまで攻めるっていうのはそうだよね、なかなか3人ともね潔いねだって私のが久々の人間役だしお前はなもうちょっと待ってもうちょっと多分、はい、もうちょっと待ってて、はい、どうそういう感じですかね、そうですね、うん、なのであの早く見ていただきたいです ね、うん、あのね皆さんちょっと一回本物をちょっと記憶をこうパッて忘れていただいてから見ていただくのがいいのかなと思っております、うん、はい、ありがとうございました、はい、そしてはいどうですか金友さん、いやなんかあのすごく監督が、はい、あ監督ですよね、監督ですどんな確認ですか、なんだろう、ドキドキするな、監督ですよ、ドキドキするな、俺何言っちゃうの、じゃあ誰がどう思ったのこの方を、ただのフロックマン、フロックマン、芸人さんがどう思ったのか普通のフロックマンさんだと思う、でも監督が、うん、なんかすごい、うん、のりのりあのすごい、うん、後で あの絵とかも後であれしてくれるし、あれそこ大事だと思う、なんか後で絵をいわゆるそれしますってね、プレスコ、はいはい、プレスコだったんだ、そうお礼語みたいなプレスコプレスコではないですね、今感覚で言っただろお前感覚だよなお前な、でもそういう感じで、うん、すごい後でやってくれるって、そういう感じそうプレスコみたいな、そう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 です、だから、うん、なんか割とこうのびのびやっていいですって言っていただいて、うん、だからもうすごい嬉しかったですよ、やっぱ暴走、あ、言っていいのかな、いいよ、大丈夫、大丈夫、暴走、わい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 、今のはお前がオフレコ、お前が暴走してるってことだよ、暴走してもいいよって言ってくれたから、お前が暴走してるってことだよ、暴走してもいいよって言ってくれて、それだからすごい良かったなって思って、だからなんか結構ね、何回も何回か通ったんだけど、はい、やっぱり1回としては同じ感じがないっていうのが生って感じしました、生じゃないけど、生って感じがしました、そうですか、そうです、そうです、あー危なかったOK わかりました、どうもありがとうございました、はい、ね、さあそれ、これこのままこの行っていいのかな、普通にね、あ、それではせっかくのですね、ニコモ生なんで、うん、視聴者の皆さんにちょっと聞いてみたいんですけれども、うん、カジ君と金友ののだめ、はい、これ皆さん楽しみですか、ぜひコメントで書い
ってみてください。ただあまりにもまとまって書きすぎると文字重なるからね、うん、ちょっとブレイク置きながら。あ、でも皆さん楽しみ、楽しみすぎる、楽しみ楽しみ、今日期待している、恐怖、いや待ってますけどね。終わりもの皆さん、豆腐ってなんだよ。恐怖で豆腐だもん。危険混ぜるなって本当に、ね、恐ろしい、ね、濡れそう漏れそう、漏れそうちょっと間違えちゃうとね、またちょっとブスクは持った、ちょっと俺そうですね、ちょっと持ってしまう、時間帯もどうか、すごい嬉しい、楽しみで、すごくおしゃれしちゃう。岩田さんも出してあげてもらってあります。フラグマンさん、今大事なワードに飛びましたからね。何かありました、岩田さんを出してあげてって言ってます。あ、そうですよ、本当大事ですね、せっかくね、わかりました。じゃあ岩田さんも、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、さあ、問いますね、はい、では、はい、あの金田さんの収録風景が見れる、はい、というわけで、なんとそれ放送できるんですか。どうなんですかね。でも VTR はあるらしいので、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい、というわけで VTR どうぞ。はい、2014年7月番組スタッフはのだめを演じる金田朋子さんのプレスコ収録の取材を許可された。収録前、フロッグマンとの打ち合わせに臨む金田さん、真剣に話を聞いている。面白いキャラで有名な金田さんとは別人のようだ。本当は真面目な性格かもしれないので、金田さん本人にお話を伺ってみた。普段あの金田さんは結構あの面白キャラとして、あの暗いです、私全然暗いです。あれはじゃあ演技なんですか。そうですね、まあまりにもこの、そうですね、この私を救ってくれた命の恩人声優に対しての喜びこれ大丈夫ですかね、私大丈夫ですか。ということで、まあそうですね、嬉しくてしょうがないですね、毎日が。なんだろう、金の斧と銀の斧ぞでがいいって言って黄色い斧って言っちゃった、そんなような気持ちです。謎の言葉を残したまま金田さんは収録ブースへ移動。いよいよ収録が開始される。はい、千秋先輩、かっこいいよ、かっこいいよ。あ、のだめ先輩のために唐揚げ買っておいたんだよ、食べてよ。真面目に演技に取り組む彼女、やはり面白キャラは演じているのだろうかと番組スタッフは思い始めていた。しかしその考えは間違いだった。栄養のバランスが崩れてんじゃねえですか。なんだと。これ食べてくれじゃないの。これはカロリーメイドですよ。これには体に必要な五大栄養素が含まれてて、手軽にバランスよく取ることができるんですよ。はい、じゃあその後のじゃあおしゃれだな。ダメだよ、笑っちゃうよ、あんな。フロッグマンに金田さんの印象を聞いてみた。印象ですか。印象どうでした。もうこうしてでもない、これでも事故ですよ、元本のこの人キャスティングしたのは。あ、すいません、もう事故を起こしてしまいました。面白いですね、これはやばい。ちょっと未だかつてないほどやばい作品になりそうな予感をちょっとしてますね。一体どんなのだめが誕生するのでしょうか。第1話は7月31日木曜日13時公開予定です。ちょっと、良かったでしょ。どんだけ小顔なんだよ。びっくりしたわ。いやでも楽しかったのよ、本当に、うん、それはもう十分すぎるほど伝わってきた。楽しかったよね。楽しかったよね。びっくりしたよ。本当楽しかったでしょ。うん、まあちょっとじゃあ君のはいいからね。はい、ちょっとね、カジ君。はい。カジさんのプレスコ収録はいかがでしたか、はい、監督との。いやでも今の収録風景見てると、うん、僕間違ってたから。なんかちょっとね、もうちょっとやればよかったなって。だいぶ薄味になっちゃってるかもしれない。悔しいよね。これ見ちゃうとね。そうだよね。足りなかったかな。だから食べてくださいよって言ってたのに。犬になっちゃったんだよ。びっくりしたよ。普通の人そうならないですもん。だってお前がびっくりするんだから周りがどれだけびっくりしたと思って。いやでもさすが監督、うん、大丈夫だったよ。
え、なに、なに大丈夫だったよ。だからどっしりしてる。やっぱ監督どっしりしてるなって。そりゃまあ監督だからな、うんうん、でも相当内部崩壊は起こしてるからな、はい、もう本当になんか切なくなるわけだな。本当ですか、うん、はい。でもね、スコアもなんかだからそのぐらい楽しい感じ、はい、だからもう本当ノウハラをはめじめっていう感じ。社長どんどん起こしてるからね大事な人に聞かせてね。フロッグマンさん、はいはい、この第1話、はい、これはどんなお話になるんですかね。まあ一応狙いはですね、はい、まあ、その東京郊外で起きた一つの、まあ、カロリーメイトにまつわる物語を描いたつもりだったんですけれども、はい、まあ、正直金友さんが参加したあたりから、はい、もうどうでもよくなりましたね、はい、まあ見てくださいって感じですかね、はい、僕も実は見させていただいたんですけれども、今のフロッグマンさんの言葉がものすごく刺さりました、はい、なるほどな、はい、ちょっとドーンって、ドーンじゃねえだから勝手に入ってくるじゃねえよお前、はい、ね、楽しいよ、うん、ね、ありがとうございます、はい、はい、まだまだね、お話も伺いたいところなんですが、はい、次のコーナーに行けと指示が出ております。はい、行きましょう、行きましょう、どんどん行きましょう、行ってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。書いて当てようイラストクイズ。イラストクイズってことは、ね、はい、絵を描くんですか、ね、なんと絵を描きますよ、このメンバーで絵を描きたいと思います。描くんですか。はい、これからお題が出るんですが、はい、うん、皆さんにはそれを絵で回答していただきたいと思います、はい、というか、はい、わけです。あのスケッチブックの用意をお願いします。置きましたよ、スケッチブックが、はい、あのせっかくなので岩田さんにも書いていただきたいと思います。僕絵心ないっすよ。はい、え、そうなんですか、うん、これ絵心ないっすあ、でも、うん、私は、はい、あれよ、賞もらったことあるよ。賞、賞、賞もらったことあるよ。できたでしょうとか。頑張ったでしょうとか。牛の絵をね、賞もらったことある。そうですか。足をね、100本ぐらい描いてね。怖い絵ですね。これね、ずっと聞いてるとね、賞もらったからもう。そうなんですよ。あ、はいはい、あ、なんなら BGM でもいいんで。はい、進めましょう。はい、お願いします。今回はのだめに関するお題が出ます。はい、のだめに関するお題ですか。はい。はい、あの、カジさん、絵は。あのご自身はありますか。なんですよ自信はありますか。自信ですか、はい、自信はその別にうまいわけではないですが、はい、あの画伯的な面白さもないので期待しないでください。はい、以上です。絵得意だから今は言ったんですけど伝わってないよね。かぶせるのやめてくれる、ないです、ね、ちゃんと聞こう。大人なんだから人の話は聞いてね。金友さんはどうなんですか。だから私は賞をもらったことあるから。でもカズイ君もかぶせないからもうやりましょうかね。いやいや、ここ無限ループが始まるからね、はい、お願いしますよ、はい、じゃあ進めましょう、はいはい、あのちなみにイラストを審査していただきまして、この視聴者アンケートを使って投票の多い方が勝利という形で視聴者の皆さんに、はい、競争いただきたいと。競争します。うわー、嫌だな。嫌ですね。あ、もうだってカジ君人気あるからさ、めっちゃ多いじゃんカジ君でもね、私神谷さんの次何ですか。聞いて聞いて、お前俺のお前かぶるじゃねえよお前俺抜かれてる時によ、絵をよかぶんなよお前。いいですいいです。はい、はい、皆さんの腕前を知るためにまずはテストをやってみたいと思います。テストですか。はい、最初に書いていただく絵のお題は千秋とのだめです。後ろ見ないで、あ、後ろ、あ、後ろに、あ、そう、後ろにいるから、あ、でも画面がある。あ、でも見ないで、見ないで、見ないで、見ないで書いてね、見ないで書いてくださいね。岩田さんしか見えない。岩田さんですね。はい、というわけで、岩田のダメを書いていただきたいと思います。制限時間は2分間です。それでは。ちょっと待ってね、2分ってクロッキーじゃないですか。クロッキーの時間しかないですよ。頑張って、あ、もう書いてる。スタートって言いますよ。スタートって言いますよ。それでは。どうしよう。楽しみですね。あの視聴者の皆さん、どなたの絵が楽しみですかね。ぜひコメントに書いてみてくださいね。書いたはずなのに。千秋とのだめ。ちなみにのだめカンタービレ、岩田さんは見たことってありますか。ありますよ。すごいゴニョゴニョしましたけど、大丈夫ですか。若干。若干あるそのね、記憶を頼りに、うん、どうしようどうしよう、ちょっと待って、どんな顔だったっけ、ね、はい、千秋が男性で、のだめがヒロインです。だって千秋でしょ。千秋ってほら、なんか女の子っぽい。そうですね、千秋だけど男性です。あ、そうなん。千秋は千秋ミュージですもんね。そうか、はい、あ、
名字なんや。そうですよ、名字なんや。え、名字なの？そうですよ、千秋真一です。さっき僕名乗るとき千秋真一って言いましたよね。はい、そうなんです。え、今知ったんですか？知らなかった千秋。あ、俺はいいよ、俺は別に作品に参加してないからいいけど、お前参加してるよな。してるけど。え、ちょっと残り1本切っておりますね。嘘。はい、残り1本切っております。あと何秒ぐらいかな。30秒ぐらいかな。難しい、難しい、ね、ちょっとどうしよう、これを。これ本当すごく難しいんですよね。楽しみですね。まあいいや、まあいいや。プロマさんもできました？いや、できてないんだけど。結構筆がやば、さすが早いですね。岩田さん、まあいいや。ちょっとキラッと岩田さんの絵が見えちゃった。これはちょっと待って、なかなか期待できますけどね。え、なんで笑う？プロマさん、ダメですよ、横見ちゃダメです。なんか今見ちゃいけないもの見た。岩田さんの絵を見ちゃいけません。なんか今すごい心霊写真みたいな。早いですね。はい、というわけでですね、なんで2分行かないから。まずは我らがフロクマンさんの絵を見ていきたいと思います。プロですからね。いや、でもね、そんなに描いてないんでそんなにうまくないです。はい、どうぞ。じゃじゃん。あ、さすが。ほらね、ほらね、こういうことですよ。でもね、絶対やっちゃいけない禁じ手をやりましたね。はい。そうですね。絶対やっちゃいけない禁じ手。これは上に禁じ手やりましたね。そうですね。名乗る。ちょっとずるいですよ。最悪なことですよ。そうですよ。いいじゃないですかね、名乗ったのに。何で立つんだよ。お前、まさかお前もやってんの？じゃあちょっと、あ、まあ、はい、では続いて岩田さんの絵を見てみたいと思います。なぜか千秋が、どうぞ。え、まさかいないんですけど。え、これ千秋ですよ。え、これは何？小さい秋じゃないの？まあ秋ですね。で、野だめが、あ、こっちもある？え、黒に3枚溜まってますみたいな。これ、ダメなやつじゃないですか。ダメなやつ。ありますね、全然これしか浮かばなかったですよね。申し訳ございません。はい、でもなんだろうな、スピリッツは感じ取ってくれてるんで、すごく今皆さんの拍手とかがすごい、パチパチ来てますね。嬉しい感じ。待ってます、ポイント待ってます。じゃあ次、はい、続いてはカジさん、はい、お願いします。僕は、はい、あのちょっと趣向を変えまして、千秋の方は何ですか？指揮してる時の姿。お、はい、やるな。じゃん。おー、まあ、イケメンやんけ。なんかでもすごい、そして、ね、作品の雰囲気が、あ、マングース的なキャラクター、これこの着ぐるみ、ね、着ぐるみが原作だから登場しますから、あ、これはボルボルの野球ボールじゃない？違いますね、顔ですね、これは。ですか？あとね、のだめは結構こういう口するんですが、僕ね、ちょっと唇太い子は好きです。まさかの岩田さんの敵が、チューするときにちょっと柔らかく。皆さんよろしくお願いします。ありがとう。さすがですね、雰囲気取れてるよね。よかった。じゃあ最後になんかリーサルウェポン、私ははっきしって岩田さんには勝ってると思う。お、私風景描いてないもん、ちゃんと人間描いてるもん。お、じゃあ見せてみなさい。いいですか？さあ、じゃああなたも描いた千秋と野田目、どうぞ。じゃん。怖っ、怖っ、怖っ。え、怖くない？消えたよね。何人だそれ。どこの星の人だよ。違う。コメントがすごいことになってるんですけど。怖い。コメントで見えない。怖くないよ。お前。お前。で、これなんでこんな輪郭が言う波じゃねえか、お前。違う違う。あのなんかもやっとした感じのイメージがあるから。もや。それをはっきり書くやつじゃん。その辺書いてる。でも分かるじゃん。おでこの、おでこの線なんですか？なんでこれ縫ってんの？これ。どうしたの？怪我してますよね。縫ってない。何があったんだよ。違う。これ髪の毛。髪の毛。髪の毛って横にこうなりますっけ？生えます？こうなって、こうならないでしょ。え？確かによ、確かに言わせてもらうけどよ、お前、うん、千秋と野田目って書かないと分かんねえな。分かんねえ。そうですね。これ書いた方が良かったですね。これ、うん。書いて良かった。まあ、フロークマンさんのは禁じ手だけどな。あれはね、もう上手い上にっていうところ。そう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 。ちょっとお願いします。一票よろしくお願いします。はい、それでは誰の絵が一番良かったか、視聴者の皆さんに投票していただきたいと思います。お願いします。僕は心で感じ取ってほしい感じですよね。いや、私岩田さんには負けてない。
ないと思う。おめえに負けるって。いやいや最悪だよ。負けとか勝ちとかじゃないとこれ。もうすでに二人の勝負も気になりますね。なんやろな、俺たちのちょっとカテゴリーがアバンギャルドすぎたな。一緒にされたくないよ。おめえ何言ってんだよ。これは何だろう、激戦ですね、ある意味。ぶっちゃけなんでしょうね、あのフロッグマンさんとカジ君の一騎打ちって感じはまあ否めないですけどね。頑張るぞ、ね、構成も似てるしね。そうですね。あ、そうだね、うん、まあどっちかって言ってでもフロッグマンさんは やったー、2位はカジさん。ちょっと待って、すごいすごい、カジさん24%すごいっすよ。岩田さん、なんで視聴者ごめんなさい、なんかちょっとお前ら疑うぞ、俺。ちょっと私2番じゃない？2番ですよ、2番、結構な、あの、いや、ちょっと待って、あの、俺はいい、うん、俺はいいけど、うん、なんでフロッグマンさんが負けるんだよ。やっぱ私、死んでからは売れるかもしれない。お前、ゴーホーと一緒にするんじゃねえよ。申し訳ねえよ。やった、嬉しい。ちょっと僕ちょっと心痛んでるんで進めてください。ちょっといろんなドラマありすぎて僕1位なのに全然目立ってないんですけど。ちょっと寂しい。カジ君すごい。みんな ありがとうございます。なんかすごく、はい、こんな感じで、やっていきたいと思います。はい、続いて書いていただくお題はこちらです。はい、何ですか？ミレリーゲー、もう一回いきます。ミレリーゲアラパンナコンイブロッコリーです。これは何を言うんですか？こちらですね、はい、のだめカンタービレに出てくるあれになります。皆さんにはご想像で絵を描いていただきたいので、あのコメントで描かないでくださいね。皆さん簡単じゃないですか。コメントで何か描かないでくださいね。はい、はい、簡単ですよこんなの。はい、またこちらね、なんと、はい、こちらのアンケート勝利すると素敵な商品が待っておりますので、皆さんあの本気でやってください。何ちょっと題名がよくわかんないんだけど、何、そうですね、ミレゲミレリーゲアラパンナコンイミレリーゲアラパンナどこから入ってるんですか。ねえ、相沢ちゃん、どこの木かな。ミレリーに入ってる。ミレリーに入ってる。なんだ、ライティングヒントないの。どこの木なんだろう。2分ですよ、書いてください。ヒントないの。書いてください。ヒントないの。ヒントないです。ご想像で書いてください。これかな、みたいな。難しいですね。うん、のだめカンタービレお好きな方はあれかなみたいな、あれかなみたいなのは分かると思うんですけど、ミレリーゲ、はい、ミレリーゲ、はい、愛の何かです。愛の呪文、愛の水中か。愛の水中な、きっと誰も笑ってねえだろうな、視聴者。ちょっとよくわかんない。今回なんかとね、驚きの商品が出ますんでね、ほんと真面目に驚きの商品書いてくださいね。何だろう、俺はもうこれしか考えられないです。何だろう、全然わかんない。なんかみんな大丈夫かな。大丈夫かなって言われる。なんか不思議な感じになってますけど、皆さん大丈夫ですか、ね。いやだって全然わかんない。全然わかんない。何何何何。全然わかりますよ。ミレリーゲ、ミレミレん、なんだっけ。お願いします。正解わかるのです。相沢ちゃん、しっかりと伝えてください。すいません。もう普段はあの、回したりしない人なんですよ、私も。言っちゃった。いいよ、俺そういうとこ大好き。じゃあゆっくりでいいから、はい、ミレリーゲの後を聞かせてくれるかな。はい、ミレリーゲ、あら、パンナ、コン、あ、1分前です。ちょっと待って。1分前です。はい、あらまで行きました。あら、パンナ、コン、イ、ブロッコリー。あ、でも最後のはちょっと、ヒントかもしれないですね。うん、ブロッコリー、うん、誰に聞いてんだろうね。あの、岩田さん書いてください。どの木は、また僕書き終わり、終わったんですか。早い、はい、あ、30秒前です。30秒前です。ちょっと待って、ちょっと待って、わかんない、ブロッコリー、ちょっと待って、やめるんですか。一回書いてたのに。ブロッコリーだ、ブロッコリー。一回書いてたのにやめるんですか。お前、すごい、金友さんの足が乱れます。ドスドスしてたから。金友さんのスニーカーが。金友、初志貫徹だ、初志貫徹。ブロッコリー、初志貫徹。10秒前です。9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1、終了。ちょっと僕今ちらっと見えたんですけど、なんか似た感じ。これちょっとお楽しみですね。はい、はい、ではね、やっぱ我らがフロッグマンさんから見せていただこうかなと思います。フロッグマンさん、いや本当わからなかったです。マジか。でもミレリーゲとかそういう言葉の語感からちょっと金田さんを想像しました。うわぁ
すごいですね。これで済ませてください、本当に今回は。いやちゃんとあらって言ってますね。あらって言ってますね。あらって言ってますね。非常に写実的ですね。なんだ私、フロクマンさんのアニメ結構見てるんですけど、あんまりここまですごい顔のキャラあんまりない。あんまないですか。はい、ちょっとタッチがまた違いますね。そうですね。菩薩峠か金田さんですね。そうですね。たまらないですね。すごい。はい、続いてはですね、はい、岩田さんに教えていただきたいなと思います。申し訳ないですが、当てに行きますよ。おだっていろいろとやかく言いましたけれども、最後はこれでしたからね。ブロッコリー。あ、おお。これは狙いに来ましたね。はい。うん、それに来ました。どうやミラリーゲなんですか。これのミレリーゲなんですか。これですね。これがミレリーゲですね。そこミレリーゲなんですか。これがアラって書いてますね。アラです。あ、アラ。アラ。書いてそう。ね。で、そう、ハヤシャーフェアチュラスね、ブロッコリー中盤分からなかったなんだっけなってなっちゃった当てに来ましたね、はい、ありがとうございます、はい、では続いてカジさん、お願いします。はい、僕はこちらです。んちょっと待って多分、この肩のライン、これ肩やこれミレリーですね、ここあ、ミレリーさん、はい、ミレリーそこに生えてる毛ですねそれをこう、よく見てみると、うん、ブロッコリーやらパンナコッタやらがあると。あ、これがミレリーゲブロッコリ ー, コリー、はい、でございます。そっか、ミレリーゲアラパンナブロッコリー、アラ生えてるわっていうことです。そう、ミレリーの毛でございます。なるほど、うまいな。ですね、これも心で感じてほしいタイプのやつですね。僕非常に進化した。ちょっとどっちの方が正しいのかな。えどっち2つあるんですか。2つあるんですか。どっちの方が正しいかな。もういいじゃん、2つ見せちゃう、うん、じゃあまずは1つ目を見せていただきましょう。ロクマさんがめちゃめちゃ疲れてるんですよ。今また見えちゃったんだよ。じゃあ一つ目は、うん、付き合うよ俺たち。これじゃん。ね、ミレリー見てるってやつ。ミレルミレリー毛、うん、ブロッコリー。どこだ。わかる。わかんない。二個目は、うん、これ。あ、一緒なんですけど。これさっきの千秋と野田目と似てるんですけど。似てない。え、違いますか。すごく前の人が水に溶けやすくて、水に入れたらファーってこう溶けた感じ。でも見てる系ブロッコリー、うんうん、あとは何だかよくわからない、パンがよくわからない、うん、でも全部要素を入れたっていう。わーすげー、大体わかんなかったっすね。わかんないよねこれね。わかんないですよ。俺はこれこそ視聴者に問いたいね。はい、そうですね。こっちの方にしよう。もう感性の勝負ですね、これは、ね、残念ながらですね、どれが正解かじゃなくて、どの絵が良かったかなんですよ、岩田さん。なので視聴者の皆さんにアンケートをしたいと思います。お前らよ、どの絵が一番良かったか投票お願いします。入ってるよ、ミッテリー系ブロッコリー。俺は今回は良かったかなんですよ。カジ君は入らないと思うね。あれ、ちょっとちゃんと見れに。やっぱ魂削ったフロクマさんに俺は結構いく、まあそうね、俺は一票入れたい、うん、あ、ぜひフロクマさんも絵を。絵なのに、まあ、これはすごい絵ですよ。フロクマさんに1票入れたい、ね、ブロッコリー全部入ってる、うん、これでお前金友が撮った日には俺はもう司会やめる。ブロッコリーしたやめないでください。あの、私が困ります。お前今司会やめる。いや、ゲスト扱いなの。すごいね、番組中に司会やめるって斬新ですよ。ミレリーゲやだー。次からゲスト。ミレリーゲブロッコリー。皆さん投票よろしくお願いします。結局何だったんだろう。あ、ね、ま、だ名前思い出せないですね。あ、出ました。お1位フラットの名前。あ、やっぱりそうだ。あれ、ちょっと待てよ。岩田さん、待とう。岩田さん、お前ら、ちょっと、お前いいとこついてんな、お前ら。やった、私、ちょっと待って、2回とも2位だよ。誰がだよ。私。私2位だよ。俺今2位だよ。え、2位だよね。多分2位ですね。やっと2位。ほっと嬉しい。安定してますね。ミレリーゲはですね、ある料理なんです。え？そうなんです、ミレリーゲは料理だ。鶏肉好きですもんね、金さん。でも違うんです。すごい今、やばすぎさんがフォローしてくれました。すみません。はい、でどんな料理か、はい、あの再現してみた VTR がありますので、見てみてください。はい、どうぞ。何ですか、それ。ミレリーゲアラパンナコンギブロッコリーを再現してくれたのは、六本木一丁目駅から徒歩3分のところにある隠れ家レストラン、イタリア料理タカシ。それでは早速料理を作っていただきましょう。まずはショートパスタのミレリーゲを茹でるためお湯を沸かします。その間にソースを作りましょう。ブロッコリー、玉ねぎ、ベーコンを切り分けます。熱したフライパンに細かく刻んだニンニクをオリーブオイルで炒めます。
いい匂いがしてきましたよ。そこにベーコンと玉ねぎを入れよく炒めます。そして白ワインを入れ煮込みます。さらに生クリームを加え旨味と香りを引き出します。ソースを煮込んでいる間にブロッコリーを茹でましょう。茹で上がったミレリーゲとブロッコリーをソースと絡めます。よく混ぜたらお皿に盛り付けて完成。千秋先輩がのだめのために作った料理、ミレリーゲアラパンナコンギブロッコリー、美味しそうですね。はい、というわけで皆さんが描いた絵と料理似てましたか？似てた。似てた。どうだよ。一回消してもらっていいですか？どこがですか？え、だって恋だよ恋。お前タカシを怒るぞ。インコみたいだし。似てる。インコお前。鳥だったね。鳥じゃねえよ。いや、ベーコンだよ。何見てたんですか。美味しそうとか言ってた。超美味しそうだったよ、なんかでも肉の種類は分かんない。ちょっと番組の人に聞きたいっす、こんな美味しそうなものをね見せといて普通は出すべき。そうですよ。ああ、はい、そう思ってですね。おっ、嘘。ご用意いたしますよ。言ってみろ。本当に出た。あ、おー、できたて。あの、すごい。千秋がですね、のだめのために作った呪文料理なんですが、はい、先ほどアンケートで1位から3位になった人には、はい、なんとこちらで食べて。やったー。ちょっと待てよ。なんですか、なんだこの新一。でも分かりやすいじゃないですか。そうだよ。分かりやすいですよ。やったー。ちゃんと戦いましたから。戦ったね。数字出たしね。そうだ。俺両方とも1% だった。ね、岩田さん負けたってことは、すごい絵が下手くそか、すごい人気がないか、どっちか。あのな、はっきり言うぞ、両方だよ。そんなことないですけど。やめてください。司会をやめる気だ。食えばいいだろう。やめないでください。ちょっとせっかくですからね、あったかいうちに。それでですね、1位になったフロッグマンさんにはなんと、もう一品あります。どうぞ。え、なになに、何それ、なんともう一品あるんです。何あんの、え、何あんの、なになに、おごそかに、あれ、おごそかに登場しない、来ないですよ。生放送ですよ。さてはね、あれこけたんだよ、全部バーッやっちゃったんだよ、あれきっとね。ほんと戻ってんじゃん。あれ戻ってっちゃった。ざわざわしてますけど、大丈夫ですか。大丈夫。私が段取りを間違えました。段取り間違えました。え、そうですか。最下位になった岩田さんにはですね、あのブロッコリーを用意していたらしいんです。ああ、ブロッコリーだけ。あ、よかったじゃん、ブロッコリー書いてるから、はい、そうなんですよ。最悪やん、最悪じゃねえかよ。ブロッコリーを用意していたらしくて、今ブロッコリーが退散していきます、はい、何ですか。あ、ブロッコリー、なんか来ましたよ。あれ、なんか来た。じゃあフロッグマンさんに。フロッグマンさん何なの、それ1位の料理を。あれ、何、これ、あー、うわ、すげえ。肉、美味しそう。あのね、こちらもですね、あの千秋がのだめに作った呪文料理、ブフブルギニョンです。ブフブルギニョン、なんとですね、このレストランたかしにはない料理らしいんですが、たかしにない。今回ですね、のだめカンタービレに出てた料理ということで特別に作っていただきました。はい、たかしに拍手。たかし、ありがとう。何、ちょっと草君、はい、俺に取り分けろっつうの。今カンペが岩田さん料理取り分けてってカンペが。いいよ、やってやるよ。持ってこいや、皿。皿が来ますかね。俺の恨みとともにな、みんなにやってやるわ。すごいね、いい匂い、はい、で、まあ、これだけでも美味しいんですがね、はい、もう一品欲しいというところで、はい、今回カロリーメイトも添えてあります、はい、バランスいいな、はい、ね、カロリーメイトならですね、栄養も取れますし、独特のこの味や食感が意外といろんな料理と相性がいいんです、ちょっとカジ君目の前でごめんね、かぶっちゃってるけど、なんか先輩にやらせるのにすごいダメな感じを感じるんですけど。大丈夫です。大丈夫ですか。この恨みはね、いつか晴らすから。恨みってちゃんと勝負したじゃないですか。あ、
じゃあ、いいですか、じゃあ、すいません、いただきます、すいません。ブフ、ブルギニオン、はい、どうぞ、はい。ちなみに、岩田さんのブロッコリーは来る予定はあるんですか、ね、うん、来なくていいよ、大丈夫だからね。ブロッコリーだけで来るんですかね。柔らかいよ、柔らかい。岩田さんにぜひ美味しいブロッコリーを食べていただきたいなと。ブロッコリー美味しいですか、ね、あの先輩だから、ありがとうございます。フォークで切れる、はい、え、いただいちゃっていいんですか、はい、どうぞどうぞ、いいですか、いただきます、ね、美味しい感想を、はい、野菜入れました、来ました、岩田さんブロッコリーです。別にいらないよ、あの、ねえねえ、うん、こちら私が取り分けるんで、ぜひ岩田さんにはブロッコリーをね、食べていただきたいなと、食べていいですか、はい、じゃあカジ君どうぞ、なんかありがとうございます、食べていい、じゃあ愛沢さんにも、誰かにみたいなぐらい会話が何種類かあるんですけど、うん、大丈夫ですか、大丈夫だよ、番組ですよね、これ、はい、どうもお食べ、大丈夫です、私も食べていいですか、今ね、僕はどっちかというとたかしだから、今たかしっていうと岩田たかし、そう、岩田たかしだからね、今ちょっとね、たかしが俺に憑依してるから、ね、これ何の肉ですか、それはね、水牛、ええ嘘だよ知らねえよ、水牛だよ、食っとけ、じゃあ岩田さんのブロッコリーを、どうぞ、美味しい、いただきます、はい、美味しい、美味しいよね、美味しい、肉が柔らかい、すいません、いただきます、うん、お肉、ばあちゃんになっても食べれるよ、これ、ホロホロしてる、ホロホロしてる、塩ぐらいかけといてよ、塩ぐらいさ、すごい生々しいよ、何の肉これ何の肉ですか、牛でしょ、牛だっつって、本当に牛、うん、嘘、本当に牛、これ、いや牛じゃないですか、これは普通に、お前はじゃあ違う牛ってどういう牛みたいな、牛だろこれ、おいしい、何食べてるの、まったくんだー、岩田さんダメです、負けたんで、あ、そうだ、そうですよ、ダメ、食うよじゃないですよ、バレたね、はい、あの、岩田さん、はい、このブロッコリーだけだとさすがにバランスが悪いということで、うん、もうこのバランス栄養食、うそ、食べていいの、カロリーメイトはだって、おお、バランス偏っちゃダメですから、やった、ありがとう、さすがやカロリーメイトは優しいな、これ何味ですかね、あ、チーズ味、うん、いいな、美味しいです、元祖元祖、はい、こっから始まったんだよ、カロリーメイト、カシルさん完食してますね、なんか、うん、うん、人参食べてますね、人参も、人参もちっちゃくて可愛いの、さっきから野菜が可愛い可愛いってずっと言ってますだよな、はい、俺の方が可愛いよバカ野郎、え、誰の方が可愛い、俺の方が可愛いって言ってんだよこの番組こんななんか喧嘩だけでいいんですか、ゆったりしちゃいましたね、ゆったりしましたね、司会進行の方は、あ、ミレリーゲも食べて、あ、ミレリーゲも食べる、はい、お皿が足りない、そう、なんかスタッフ、お皿持ってってこれもいいじゃない、これでもいい、そうですね、もう、じゃあみんな直箸で行っちゃって、はい、箸じゃねえけど直フォークでね、直フォーク、あ、はい、ない、フォークが、あなたはまとめてて、俺やるからこういうこと、トングの使い方がわからなかった、トングはね、はい、すごい、すいません、はいはい、はい、ロブランさん行くよ、美味しそうですよ、ミルニーゲー、はいはいはい、こちらどちらものだめカンタービレに、はい、あ、すいません、お皿が来ました、お前のお前のお皿来ましたね、美味しそう、今来た、もういいよこれで、みんなね、わがまま言わないから大丈夫、ちょっと味混ざるけど上の方から食べて、そうそうそう、ねえねえ、ちょっと大丈夫ですか、あの、うんうん、おねえみたいになってますか、お前に言われたくない、あ、どういうことですか、美味しい、ニンニク、これすごい、赤字君どうぞ、すいません、ありがとうございます、ニンニク、じゃあ相沢ちゃん、あ、これ私にもくれる、ありがとうございます、いただきます、相沢ちゃん、ね、あの、ぜひカロリーメイトも合わせて、あの、めちゃめちゃ美味しい、パン代わりに、どうぞ、ガーリックすごいですね、食べてみてください、ありがとうございます、ニンニクじゃない、ガーリック強いの、ニンニクとガーリックっていい、みんなが食べるとさ、僕臭くて嫌になっちゃうなあの、俺も食べ、岩田さん、はい、ガーリックがすごいですねって言ったら、うん、金田さんがこれニンニクじゃないの、チャンネル 5.5 番のだめカンタービレ公開直前生スペシャル、いやー気持ちいい、はい、チャンネル 5.5 特番をご覧の皆様こんばんは、司会の岩田光雄です、あさっ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 、はい、同じく司会を務めます相沢舞です、よろしくお願いします、よろしくお願いします、僕は相沢さんとほぼほぼ初めてですかね、そうですね、ほぼほぼ初めましてです、どうも初めまして、よろしくお願いします、今この名刺出すタイミングですけれどもちょっと名刺がないもので申し訳ございません、ね、いやいや私あの、はい、ココアグリーンウッドの世代で、マジですか、めっちゃ見てたんで、見ててくれましたか、はい、
ラジオも聞いてました。味方がいたぞ、真横に味方がいましたよ。すごい嬉しいんですけど今日は。じゃあ今日何かここで2人の間に芽生えるかもしれませんね。はい、この番組はですね、チャンネル 5.5 が制作するパロディ版パロディ版のだめカンタービレの公開を記念した特番になります。はい、今までですね、数々の名作をいい意味でですね、ぶっ壊してきましたけれども、今回はどんな作品なんですかね、楽しみです。はい、大変気になります。はい、ということでですね、はい、早速作品に関わった方たちを関わった方たちに、はい、直接お話をお伺いしたいと思います。はい、はい、本日のゲスト、千秋役の梶裕貴さん、のだめ役の金田智子さん、そして制作と声優でも参加しているフロックマンさんです。よっしゃー、すごいテンション。もっと弾幕をお客さん視聴者の皆さん、もっと弾幕を。ちょっと私衣装かぶっちゃった。背景のですか、後ろと壁と。いいじゃん、お前そのくらい溶け込んだ方がなんかいいよ。岩田さんもなんかちょっと、ちょっといい、ちょっといい。まずね、僕ね、ゲストの皆さん座らせたいんで、それからにしまっていい。でもゲストの皆さん、とりあえずお座りください。すいませんね、あとね、もうちょっと待ってくれる。これからね、順番にみんなのご挨拶があるから、その一通り行ってから聞くから、待ってて。待ってて。はい、じゃあお願いします。僕からで大丈夫ですか。自己紹介お願いします。今回、僭越ながら千秋真一役をやらせていただくことになりました、梶裕貴です。よろしくお願いします。上手くなかった。さあ、待ってください。はい、今日は生放送ということで、生放送は私の中でパンツを履いてないイメージです。オープニングは何言ってるんですか。そうね、それぐらいフルフルした感じってことだよね。そのぐらい、なんかそのままダダ漏れって感じ。だから気をつけないと思ってます。そうだね、気をつけて、特に君本当気をつけてね。はい、大丈夫。そして、おいしさみさんの人間役で、ちょっと嬉しくなってます。そうか、なんやろな、隣のおいちゃんに感謝しないとな。もう、久々の人間役ありがとうございます。ちょっと待って、ちょっとご挨拶させてくれるかな。おいしい歌だよ。マジですか。はい、まだ言ってなかった。じゃあ、あと5秒ぐらいあげるからさっさと言ってください。お願いします、どうぞ。のだめ役をやし、人間役のだめ役をやしていただいてます。カリナトモカです。これ、カリナさん、お酒とか飲んでないですか。大丈夫、これ、違うんですよ。違うんですよ、大丈夫ですか。もしかしたら飲ませた方が、もしかしたら落ち着くかもしれないけど、今度試す、ちょっと試す自信がない。怖い。はい、じゃあ、OK。じゃあ、それではお待たせいたしました。フロクマさん、お願いします。はい、毎回この番組で、番組の冒頭と終わりで、10歳老けたって黒板です。今日もおっとかもしれないです。記録作るそうですね。状態で結構老けてる。そうですね、ぴったりですもんね。すごくないですか。お前だよ、お前。ちょっとお前黙ってる。黒板じゃんだから。ちょっと待って、ちょっと今な、黒板さん、まだな、ご挨拶途中や。まだお名前がちゃんと言い切ってないから。どうぞ。はい、今回はのだめカンタービレを、僭越ながらまたぶっ壊させていただきます。はい、楽しみです。楽しみにしてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。黒くまいさんだから、あれ無駄引きできたんですよ。多分関係ないと思うよ。そうです、そうです、そうです。いや、あのね、カジ君乗らなくていいから、そういうところ。違います。持ち上げる人、持ち上げる人ないから。俺はね、こいつ今日はね、同じ事務所だし、古い付き合いだから。待って、後輩じゃない。ちょっと先輩っす。僕挟んでそういう話、楽屋でやってもらっていいですか。もう始まってるんですよね、本番。そう、やることいっぱいあるんですよね。じゃあ、早速ですね、お話を伺っていきたいと思います。まずはフロクマさん、今回のコラボ作品、のだめカンタービレを選んだ理由っていうのは何なんですかね。いや、選んだ理由、もうとにかく、まあ今回毎回毎回ですね、このカロリーメイトの、まあこうパロディ企画というか、やらせていただくには、やっぱ誰もが知る、しかも、あ、これやったらこういうことができるんじゃないかなと誰もが思ってるけど、なかなか実現できなかったものということで、選ばせてもらって、まあ最初は近代少年の事件、
で、それが高架機動隊と、はい、それもいいチョイスですけど、そうですね、だから最初の作品は少年誌、はい、で高架機動隊は割とこう大人というか、そうですね、向けだったんで、こうやっぱ野田目カンタービルでこう女子向けにちょっと行きたいな、アプローチしてみたいなと、でもまたテレビドラマもされて、はい、誰もが知る作品だと思いました、うん、はい、でもカロリーメイト、カジ、カネダ、カズダ、まさか、まさかですけど、カツナガリとか言いたい、カツナガリ、カツナガリ、すごい、なんかないですか、ちょっと、リクターさん、もうちょっと、あのさ、お前今ね、例えば回転数が78回転だとしたら、もうちょっと48回転ぐらいまで落としてみる、48回転、うん、そのままでいけ、はい、尺取るわ、尺取る、尺取るからいいよ、はい、いいですか、うん、俺がちょっと待てっつったら止まる努力をしてくれ、分かった、よしよし、じゃあ今止まれ、はい、はい、じゃあ、じゃあ相沢さん、はい、続きをね、はい、いやもう今日は岩田さんがいてよかった、そうですね、本当にありがとうございます、カジさんは今回千秋役を演じる、ちょっと待ってね、これ、はい、突っ込まざる、いやいや、カジさんはねつって、うんつって、お前がなんでうんつって、カジさんじゃないよ、カジさんじゃねえだろ、カジが一緒じゃないんで、なあ、あ、そうだねじゃね、お前大人だろ、しっかりしろよ、ちょっとだけ喋る時間を、いいですか、あの、私を映さないでカメラマンじゃあお前置いといてな、カジさん、カジさん、よろしくお願いします、はい、はい、今回千秋役ということで、はいはい、どうでしたかざっくりしたんですね、ざっくりだね、どういうことですか、ね、あの、この話が来た時、はい、あの、どんな感じでしたか、気分、気持ち、いや、そうですね、あの、もちろんあの原作のダメカウンタービレは知っていましたし、うん、あの、読ませていただいたり見たりしていた作品で、なかなか自分がその千秋さんを、千秋真一を演じるなんて想像がつかなかったんですが、うん、まあ、実はもうあの第1回目のそのアニメーションの方は収録しておりまして、はい、当然そのキャラクターも見させていただいたんですけども、だいぶ違います、ショックを受けるんじゃないかってぐらいキャラクター違いますので、はい、うん、これだったら、原作のイメージを僕が壊すことはないなと思って、そうだ、ね、受けさせていただきました、うん、はい、僕ねかっこいいと思ったある種そうですね、うん、あそこまで攻めるっていうのはそうだよ、ね、なかなか3人ともね潔いねだって私のが久々の人間役だしもうちょっと待ったら次もうちょっと多分、はい、もうちょっと頑張ってて、はいはいはい、どうそういう感じですかね、そうですね、うん、なのであの早く見ていただきたいですね、うん、あの、うん、皆さんちょっと一回本物をちょっと記憶をこうパッて忘れていただいてから見ていただくのがいいのかなと思っております、うん、はい、うん、ありがとうございました、はい、そして、はい、どうですか金友さん、いやなんかあのすごく監督が、はい、監督ですよね、監督ですどんな確認ですか、なんだろう、ドキドキするな、監督ですよ、ドキドキするな、俺何言っちゃうの、じゃあ誰がどう思ったの、この方をただのフロックマン、フロックマン、芸人さんがどう思ったのか普通のフロックマンさんだと思う、でも監督がなんかすごい、ノリノリ、あのすごい、うん、後で あの絵とかも後であれしてくれるし、あれじゃあそこ大事だと思う、なんか後で絵をいわゆるそれしますってね、そう、はいはい、フレスコだったんだ、そう、お礼語みたいなフレスコ、フレスコではないですね、お前今感覚で言ったのお前感覚だよな、お前でもそういう感じで、うん、すごい後でやってくれるって、そういう感じ、フレスコみたいな、そうそうそう、そうです、うん、なんか割とあのこう伸び伸びやっていいですって言っていただいて、うん、だからもうあのすごい嬉しかったです、やっぱ暴走、あ、言っていいのかな、いいよ、大丈夫、大丈夫、暴走、ウェイ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 、今のはお前がオフレコ、お前が暴走してるってことだよ、してもいいよって言ってくれたから、お前が暴走してるってことだよ、暴走してもいいよって言ってくれて、それだからすごい良かったなって思って、だからなんかあの結構ね何回も何回か通ったんだけど、はい、やっぱり1回としては同じ感じがないっていうのが生って感じしました、な、ね、生じゃないけど生って感じがしました、そうですか、そうです、そうです、ああ危なかったわかりました、どうもありがとうございました、はい、ね、さあそれ、これこのままこの言っていいのかな、普通にね、あ、それではせっかくのですねニコモ生なんで、うん、視聴者の皆さんにちょっと聞いてみたいんですけれども、うん、カジ君と金友ののだめ、はい、これ皆さん楽しみですか、ぜひコメントで
書いてみてください。ただあまりにもまとまって書きすぎると文字重なるからね、ちょっとブレイク置きながら。あ、でも皆さん楽しみ、楽しみ、楽しみすぎる、楽しみ、楽しみ、期待している、恐怖、いや、合ってますけどね。終わりもんみたい。豆腐ってなんだよ。豆腐で豆腐の危険混ぜるなんて。本当に恐ろしい、ね、濡れそう漏れそう、漏れそう、漏れそう。ちょっとちょっと間違えちゃうとね、またちょっとブシ君は持った、ちょっと俺はそうですね、ちょっと持ってしまう。すごい嬉しい、楽しみです。ごく幸せちゃん、岩田さんも出してあげてくださいます。フラグマさん今大事なワードに飛びましたからね。何かありました。岩田さんを出してあげてって言ってます。そうですよ、大事ですね。せっかくね、余りました。じゃあ岩田さんも、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、さあ、というわけで、はい、では、はい、あの金田さんの収録風景が見れる、はい、というわけで、なんとそれ放送できるんですか。どうなんですかね。でも VTR はあるらしいので、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい、というわけで VTR どうぞ。はい、回転。2014年7月番組スタッフはのだめを演じる金田朋子さんのプレスコ収録の取材を許可された。収録前、フロッグマンとの打ち合わせに臨む金田さん、真剣に話を聞いている。面白いキャラで有名な金田さんとは別人のようだ。本当は真面目な性格かもしれないので、金田さん本人にお話を伺ってみた。普段あの金田さんは結構あの面白いキャラとして、あの暗いです、私全然暗いです。あれはじゃあ演技なんですか。そうですね、まあまりにもこの、そうですね、この私を救ってくれた命の恩人声優に対しての喜び大丈夫ですかね、私大丈夫ですか。ということで、まあそうですね、嬉しくてしょうがないですね、毎日が。なんだろう、金の斧と銀の斧ぞでがいいって言って黄色い斧って言っちゃった、そんなような気持ちです。謎の言葉を残したまま金田さんは収録ブースへ移動。いよいよ収録が開始される。はい、千秋先輩、かっこいいよ、かっこいいよ。あ、のだめ先輩のために唐揚げ買っておいたんだよ、食べてよ。真面目に演技に取り組む彼女、やはり面白いキャラは演じているのだろうかと番組スタッフは思い始めていた。しかしその考えは間違いだった。栄養のバランスが崩れてんじゃねえですか。なんだと。これ食べてくれじゃないの。これはカロリーメイドですよ。これには体に必要な五大栄養素が含まれてて、手軽にバランスよく取ることができるんですよ。はい、じゃあその後のお茶おしゃれだな。ダメだよ、笑っちゃうよ。フロッグマンに金田さんの印象を聞いてみた。印象ですか。印象どうでした。もうこうしてでもないで、これも事故ですよ。もうほとんどこの人キャスティングしたのは。あ、すいません、事故を起こしたりしてる。面白いですね、これはやばい。ちょっと未だかつてないほどやばい作品になりそうな予感をちょっとしてますね。一体どんなのだめが誕生するのでしょうか。第1話は7月31日木曜日13時公開予定です。ちょっと、良かったでしょ。どんだけおがおなんだよ。びっくりしたわ。いやでも楽しかったのよ、本当に、うん、それはもう十分すぎるほど伝わってきた。楽しかったよね。お前どんだけストレートなお前表現なんだよ、お前。びっくりしたよ。本当楽しかったでしょ、うん、まあちょっとじゃあ君のはいいからね、はい、ちょっとね、カジ君、はい、カジさんのプレスコ収録はいかがでしたか、はい、監督との。いやでも今の収録風景見てると、うん、僕間違ってたから、ね、なんかちょっとね、もうちょっとやればよかったなってだいぶ薄味になっちゃってるかもしれない。悔しいよね、これ見ちゃうとね、足りなかったかな。食べてくださいよって言ってたのに犬になっちゃったんだよ、私。びっくりしたよ。普通の人そうならないですもん、だってお前がびっくりするんだから、周りがどれだけびっくりしたと思って。いやでもさすが監督、うん、大丈夫だ
だったよ。大丈夫だったよ。だからどっしりしてる。やっぱ監督どっしりしてるなって。そりゃ監督だからな、うんうん、でも相当内部崩壊は起こしてるからな。もう本当になんか切なくなるわけだ。本当ですか、うん、はい。でもね、そこもなんかだからそのぐらい楽しい感じ、はい、だからもう本当野原をはめじめってる感じ。社長どんどん来てるからね。大事な人に聞きますね。そうそう、フラグマンさん、はいはい、この第1話、はい、これどんなお話になるんですかね。まあ一応狙いはですね、はい、まあ、その東京郊外で起きた一つの、まあ、カロリーメイトにまつわる物語を描いたつもりだったんですけれども、はい、まあ、正直金友さんが参加したあたりから、はい、もうどうでもよくなりましたね。まあ見てくださいって感じですかね。はい、僕も実は見させていただいたんですけれども、今のフロッグマンさんの言葉がものすごく刺さりました。なるほどな、ちょっと、はい、ドーンって、ドーンじゃねえよ。だから勝手に入ってくるじゃねえよお前。はい、ね、楽しいぞ、うん、ね、ありがとうございます。はい、はい、まだまだね、お話も伺いたいところなんですが、はい、次のコーナーに行けと指示が出ております。はい、行きましょう、行きましょう、次のコーナーに行ってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。書いて当てよう、イラストクイズ。イラストクイズってことは、ね、はい、絵を描くんですか、ね、なんと絵を描きますよ、このメンバーで。絵を描きたいと思います。描くんですか。はい、これからお題が出るんですが、はい、うん、皆さんにはそれを絵で回答していただきたいと思います。はい、というか、はい、わけです。あのスケッチブックの用意をお願いします。置きましたよ、スケッチブックが、はい、あのせっかくなので岩田さんにも書いていただきたいと思います。僕絵心ないっすよ。はい、え、そうなんですか。これ絵心ないっす。あ、でも、うん、私は、はい、あれよ、賞もらったことあるよ。賞、賞もらったことあるよ。よくできたでしょうとか。頑張ったでしょうとか。牛の絵をね、賞もらったことある。そうです。足をね、100本ぐらい描いてる。怖い絵ですね。これね、ずっと聞いてるとね、賞もらったからもう。あ、はい、なんなら BGM でもいいんで。はい、進めましょう。はい、お願いします。今回は野だめに関するお題が出ます。野だめに関するお題ですか。はい。あの、カジさん、絵は。あのご自身はありますか。なんですよ。自信はありますか。自信ですか。はい、自信はその別にうまいわけではないですが、はい、あの画伯的な面白さもないので期待しないでください。はい、以上です。だから今言ったんですけど伝わってないようで。かぶせるのやめてくれる。ないです、ね、ちゃんと聞こう。大人なんだから人の話は聞いてね。金友さんはどうなんですか。だから私は賞をもらったことあるから。でもカズイ君もかぶせない。もうやりましょうかね。ここ無限ループが始まるからね。お願いしますよ。はい、じゃあ進めましょう。はい、はい、ちなみにイラストを審査していただきまして、この視聴者アンケートを使って投票の多い方が勝利という形で、あ、視聴者の皆さんに、はい、競争するのこれ、はい、競争します。うわー、いやだな。嫌ですね。あ、もうだってカジ君人気あるからさ、めっちゃ多いじゃんカジ君。でもね、私神谷さんと、次何か言わないでしょ。お前、俺のお前かぶるんじゃねえよ。お前俺抜かれてる時によ、絵をよかぶんなよお前。いいですいいです、はいはいはい、皆さんの腕前を知るためにまずはテストをやってみたいと思います。テストですか。はい、最初に書いていただく絵のお題は千秋と野だめです。後ろ見ないで、あ、後ろ、あ、後ろに、あ、そう、後ろにいるから。あ、でも画面がある。あ、でも見ないで、見ないでください。見ないで書いてね。見ないで書いてくださいね。岩田さんしか見えない。岩田さんしか見えない。はい、というわけで、ヤキトのダメを書いていただきたいと思います。制限時間は2分間です。それでは、ちょっと待ってね、2分ってクロッキーじゃないですか。クロッキーの時間しかないですよ。頑張って、あ、もう書いてる。スタートって言いますよ、スタートって言いますよ。それでは、どうしよう。楽しみですね。あの視聴者の皆さん、どなたの絵が楽しみですかね。ぜひコメントに書いてみてくださいね。書いたはずなのに。千秋とのだめ。ちなみにのだめカンタービレ、岩田さんは見たことってありますか。ありますよ。すごいゴニョゴニョしましたけど、大丈夫ですか。若干。若干ある。そのね、記憶を頼りに。待て、どうしようどうしよう、ちょっと待って、どんな顔だったっけ。はい、千秋が男性で、のだめがヒロインです。だって千秋でしょ。千秋ってほら、なんか女の子っぽい。そうですね、千秋だけど男性です。あ、そうなん。千秋は千秋ミュージですもんね。そうか、はい。あ、
苗字なんや。そうなんですよ、苗字なんや。え、苗字なの？そうですよ、千秋真一です。さっき僕名乗るとき千秋真一って言いましたよね。はい、そうなんです。え、今知ったんですか？知らなかった。千秋、俺はいいよ、俺は別に作品に参加してないからいいけど、お前参加してるよな。してるけど、え、ちょうどちょめちょめ。あ、残り1本切っておりますね。はい、残り1本切っております。あと何秒ぐらいかな？30秒ぐらいかな？難しい、ちょっとどうしよう、これを。これ本当すごく難しいんですよね。楽しみですね。まあいいや。まあいいや。ふくまさんもうできました。いや、できてないんだけど。結構筆がやば、さすが早いですね。岩田さん、まあいいや。ちょっとキラッと岩田さんの絵が見えちゃった。これはちょっと待って、なかなか期待できますけどね。え、なんで笑う？ふくまさん、ダメですよ。横見ちゃダメ。なんか今見ちゃいけないもの見た。岩田さんの絵を見ちゃいけません。なんか今すごい心霊写真みたいな。終了。終了ですか。早いですね。はい。というわけでですね。なんで見ないから。まずは我らがフロクマンさんの絵を見ていきたいと思います。プロですからね。いや、でもね、そんなに描いてないんでそんなうまくないです。はい、どうぞ。じゃじゃん。あ、すごい。ほらね、ほらね、こういうことですよ。でもね、絶対やっちゃいけない禁じ手をやりましたね。はい、そうですね。絶対やっちゃいけない禁じ手、これは上に禁じ手やりましたね。そうですね。名乗る。ちょっとずるいですよ。最悪なことですよ。いいじゃないですか。お前やってんだよ。お前まさかお前もやってんの？じゃあちょっと。あ、はい、で続いて岩田さんの絵を見てみたいと思います。なぜか千秋が。どうぞ。まさかいないんですけど。え、これ千秋ですよ。え、これは何？小さい秋じゃないの？まあ秋ですね。で、野田目が。あ、こっちもある？え？黒に三倍止まったりするみたいな。これダメなやつじゃないですか。これダメなやつ。ありますね。全然これしか浮かばなかったですよね。申し訳ございません。ありがとうございます。はい。でもなんだろうな、スピリッツは感じ取ってくれてるんで、すごく今皆さんの拍手とかがすごい。パチパチ来てますね。嬉しい感じ。待ってます。ポイント待ってます。じゃあ次行きます。はい、続いてはカジさん。はい。お願いします。僕はあのちょっと趣向を変えまして、千秋の方は。お、なんですか。指揮してる時の姿。お、やるな。じゃん。おお、まあイケメン、なんかでもすごい。そしてね、このマングース的なキャラクター、これこの着ぐるみで原作だから登場しますから。これはゴルゴルの野球ボールじゃない？違いますね。顔ですね、これは。あとね、のだめは結構こういう口するんですが、僕ね、ちょっと唇太い子は好きです。まさかの岩田さんの口が。チューする時にちょっと柔らかく。皆さんよろしくお願いします。ありがとう。ないな。ですね。雰囲気取れてるよね。よかった。じゃあ最後に。なんかリーサルウェポン。私ははっきしって岩田さんには勝ってると思う。お、へえ。私風景描いてないもん。ちゃんと人間描いてるもん。お、じゃあ見せてみなさい。いいですか。さあ、じゃああなたも描いた千秋とのだめどうぞ。じゃん。怖っ。怖っ。怖っ。え、怖くない？小さいね。何で何人だそれ。どこの星の人だよ。違う。コメントがすごいことになってるんですけど。コメントで見えない。怖くないよ。お前。これなんでこんな。お前が言うなみじゃねえか。違う違う。あのなんかぼやっとした感じのイメージがあるから。ぼや。それをはっきり書くやつじゃない。その描いちゃった。でも分かるじゃん。おでこの線なんですか。なんでこれ塗ってんのこれ。どうしたの。怪我してますよね。塗ってない。何があったんだ。違う。こう髪の毛。髪の毛って横にこうなりますっけ？生えます？こうなって、こうならないでしょ。え？確かによ、確かに言わせてもらうけどよ、お前、うん、千秋とのだめって書かないと分かんない。分かんない。そうですね。これ書いた方が良かったですね。これ、うん。書いてよかった。まあフロッグマンさんのは禁じ手だけどな。あれはね、もう上手い上にっていうところですね。ちょっとお願いします。一票よろしくお願いします。はい、それでは誰の絵が一番良かったか視聴者の皆さんに投票していただきたいと思います。お願いします。一票でお願いします。僕は心で感
感じ取ってほしい感じですよね。いや私岩田さんには負けてないと思う。おめえに負けるって。いやいや最悪だな。負けとか勝ちとかじゃないってこれ。なんで？もうすでに。いや二人の勝負も気になりますね。なんやろな、俺たちのちょっとカテゴリーがアバンギャルドすぎたな。一緒にされたくないよ。おめえ何言ってんだよ。これは何だろう、激戦ですね、ある意味。ぶっちゃけ、なんでしょうね、あのフロッグマンさんとカジ君の一騎打ちって感じはまあ否めないですけどね。頑張るぞ。構成も似てるしね。そうですね。あ、そうだね。まあどっちかって言って、でもフロッグマンさんは、あ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 、やったー、おー、いいわー、カジちゃん、そんな、すごい、すごい、すごい、カジちゃん、24番すごいっすよ。岩田さん、なんで勝者え、ごめんなさい、なんかちょっとお前ら疑うぞ、俺ちょっと私、2番じゃない2番ですよ、2番、結構な、あのいや、ちょっと待って、あの、俺はいい、うん、俺はいいけど、うん、なんでフロークマンさんが負けるんだよ。やっぱ私、死んでからは売れるかもしれない。お前、ゴーホーと一緒にするんじゃねえよ。ゴーホーに申し訳ねえよ。ちょっと僕ちょっと心痛んでるんで進めてください。ちょっといろんなドラマありすぎて僕1位なのに全然目立ってないんですけど。ちょっと寂しい。カジ君、はい、みんな ありがとうございます。はい、こんな感じで、やっていきたいと思います。はい、続いて書いていただくお題はこちらです。何ですか？ミレリーゲー、もう一回いきます。ミレリーゲアラパンナコンイブロッコリーです。これは何を言うんですか？こちらですね、のだめカンタービレに出てくるあれになります。皆さんにはご想像で絵を描いていただきたいので、あのコメントで描かないでくださいね。皆さん簡単じゃないですか。コメントで何か描かないでくださいね。はい、はい、簡単ですよこんなの。はい、またこちらね、なんと、はい、こちらのアンケート勝利すると素敵な商品が待っておりますので、皆さんあの本気でやってください。え、何、はい、ちょっと題名がよくわかんないんだけど、何、そうですね、ミレゲミレリーゲアラパンナコンイミレリーゲアラパンナどこから入ってるんですかね。相沢ちゃん、どこの毛かな。ミレリーに入ってるんですか。レッツ、レッツ、なんだ、ライキングヒントないの、どこの毛なんだろう。2分ですよ、書いてください。ヒントないの、書いてください。ヒントないの。ヒントないです。ご想像で書いてください。これかな、みたいな。難しいですね。うん、のだめカンタービレお好きな方はあれかなみたいな、あれかなみたいなの分かると思うんですけど、ミレリーゲ、はい、ミレリーゲ、はい、愛の何かです。愛の呪文？愛の水中か。愛の水中。きっと誰も笑ってねえだろうな、視聴者。ちょっとよくわかんない。今回なんかとね、驚きの商品が出ますんでね、本当真面目に。驚きの商品。書いてくださいね。何だろう。俺はもうこれしか考えられないです。何だろう。全然わかんない。なんか。みんな大丈夫かな。なんか不思議な感じになってますけど、皆さん大丈夫ですか。いや、だって全然わかんない。全然わかんない。よ、え、なになに、全然わかりますよ。ミレリーゲ、ミレ、ミレ、ん、なんだっけ。お願いします。正解わかるのです。あいさまちゃん、しっかりと伝えてください。もう普段はあの、回したりしない人なんですよ、私も。言ったいいよ、俺そういうとこ大好き。じゃゆっくりでいいから、はい、ミレリーゲの後を聞かせてくれるかな。はい。ミレリーゲアラパンナコン、あ、1分前です。ちょっと1分前です。はい、え、アラまで行きました。アラパンナコンイブロッコリー。あ、でも最後のはちょっとあのヒントかもしれないですね、うん、ブロッコリー、うん、誰に聞いてんだろうね。あの、岩田さん書いてください。どの毛は、もうだって僕終わり、終わったんですか。早い、はい、あ、30秒前です。30秒前です。全然わかんない。ちょっと待って、わかんない。やめるんですか。一回書いてたのに。ブロッコリーだ、ブロッコリー。一回書いてたのにやめるんですか。すごい、金友さんの足が乗ってます。ドスドスしてたから。金友さんのスニーカーが。金友、初子貫徹だ、初子貫徹。ブロッコリーな、初子貫徹。10秒前です。9、8、7、6、5秒前。4、3、2、1。終了。ちょっと僕今チラッと見えたんですけど、なんか似た感じ。これちょっとお楽しみですね。そうですか。はい、ではね、やっぱ我らがフロックマンさんから見せていただこうかなと思います。フロックマンさん、いや本当分からなかったです。マジですか。でもミレリーゲとかそういう言葉の語感から、
ちょっと金田さんを想像しました。うわすごいですね。これで済ませてください、本当に今回。いやちゃんとアラって言ってます。アラって言ってます。アラって言ってます。非常に写実的ですね。なんだ。私フロクマンさんのアニメ結構見てるんですけど、あんまりこうここまですごい顔のキャラあんまりない。あんまないですか。ちょっとタッチがまた違いますね。そうですね。菩薩峠か金田さんですね。たまらないですね。すごい。はい。続いてはですね、岩田さんに見せていただきたいなと思います。申し訳ないですが当てに行きますよ。お。さて、いろいろとやかく言いましたけれども、最後はこれでしたね。ブロッコリー。あ、おお。これは狙いに来ましたね。はい、これ来ました。どこがミラリーゲなんですか？これの、ミレリーゲ。これですね、これがミレリーゲですね。そこミレリーゲなんですか？これが、あらって書いてますね。あら。あら。あら。書いてある。で、その、ハヤシャーフェアチュラスね、ブロッコリー。中盤分かんなかったなんだっけなってなっちゃう。当てに来ましたね。ありがとうございます。では続いてカジさんお願いします。はい、僕はこちらです。ん？ちょっと。あの多分この肩のライン、これ肩や。これミレリーですね。あ、ミレリーさん。はい。そこに生えてる毛ですね。それをこうよく見てみると、ブロッコリーやらパンナコッタやらがあると。これがミレリーゲブロッコリー。はい。でございます。そっか、ミレリーゲあら。そう、あら生えてるわっていうことです。そう、ミレリーの毛でございます。なるほど、うまいな。これも心で感じてほしいタイプのやつですね。僕、非常に進化した。ちょっとどっちの方が正しいのかな。え、どっち2つあるんですか？2つあるんですか？どっちの方が正しいかな。もういいじゃん、2つ見せちゃう。じゃあまずは1つ目を見せていただきましょう。ロクマさんがめちゃめちゃ疲れてるんですけど、また見えちゃったんだよ。じゃあ1つ目は付き合うよ、俺たち。これじゃん。ミレリー見てるってやつ。ミレルミレリーケブロッコリー。どこが？わかる？わかんない。2個目はこれ。いや一緒なんですけど。これさっきの千秋と野田目と似てるんですけど。似てない。え、違いますか？すごく前の人が水に溶けやすくて、水に入れたらファーってこう溶けた感じ。見てるケブロッコリー。あとはなんだかよくわかんない。パンがよくわかんない。でも全部要素入れたっていう。わあすげえ。大体わかんなかったっすね。わかんないよね。そう、わかんないですよ。俺はこれこそ視聴者に問いたいね。はい。こっちの方にしよう。感性の勝負ですね。残念ながらですね、どれが正解かじゃなくてどの絵が良かったかなんですよ、岩田さん。なので視聴者の皆さんにアンケートをしたいと思います。お前らやろ。どの絵が一番良かったか投票お願いします。入ってるよ、ミッテリー系ブロッコリー。俺は今回はカジ君は入らないと思うね。あれちょっとちゃんとミレリーやっぱ魂削ったフロクマさんに俺は結構いく。俺は1票入れたい。あ、ぜひフロクマさんも絵を。絵なのに。もうこれはすごいいい絵ですよ。ブロッコリー全部入ってる。これでお前金友が取った日には俺はもう司会やめる。ブロッコリーしかやめないでください。あの私が困ります。お前今司会やめる。俺ゲスト扱いなの。すごいね、番組中に司会やめるって斬新ですよ。ミレリーゲやだー。普通からゲスト。ミレリーゲブロッコリー。皆さん投票よろしくお願いします。お願いします。何なんだろう。名前思い出せないですね。あ、出ました。1位フラッコリー。やっぱりそうだ。あれ、ちょっと待てよ。岩田さん、またお前ら、ちょっと、お前いいとこついてんな、お前ら。やった、私、ちょっと待って、2回とも2位だよ。誰がだよ。私。私2位だよ。俺、今2位だよ。え、2位だよね。多分2位ですね。やっと2位。ほっと嬉しい。発見してますね。ミレリーゲはですね、ある料理なんです。え？そうなんです、ミレリーゲは料理だ。鶏肉好きですもんね、金さん。でも違うんです。すごい今、やばすぎさんがフォローしてくれました。すみません。はい、で、どんな料理か再現してみた VTR がありますので見てみてください。どうぞ。何ですかそれ。ミレリーゲアラパンナコンギブロッコリーを再現してくれたのは、六本木一丁目駅から徒歩3分のところにある隠れ家レストラン、イタリア料理タカシ。それでは早速料理を作っていただきましょう。まずはショートパスタのミレリーゲを茹でるためお湯を沸かします。その間にソースを作りましょう。ブロッコリー、玉ねぎ、ベーコンを切り分けます。
熱したフライパンに細かく刻んだニンニクをオリーブオイルで炒めます。いい匂いがしてきましたよ。そこにベーコンと玉ねぎを入れよく炒めます。そして白ワインを入れ煮込みます。さらに生クリームを加え旨味と香りを引き出します。ソースを煮込んでいる間にブロッコリーを茹でましょう。茹で上がったミレリーゲとブロッコリーをソースと絡めます。よく混ぜたらお皿に盛り付けて完成。千秋先輩がのだめのために作った料理、ミレリーゲアラパンナコンギブロッコリー、美味しそうですね。はい、というわけで皆さんが描いた絵と料理に似てましたか？似てた。ちょっと待ってよ、見せてもらっていいですか？どこがですか？だって濃いだよ、濃い。お前高橋を怒るぞ。インコみたいだし。似てる。インコお前鳥だったね。鳥じゃねえよ。いや、ベーコンだよ。何見てたんですか。美味しそうとか言ってた。超美味しそうだったよ、なんかでも肉の種類は分からない。ちょっと番組の人に聞きたいっす。こんな美味しそうなものをね、見せといて普通は出すべき。そうですよ。ああ、はい、そう思ってですね。お、今日は嘘ご用意いたしますよ。おー、言ってみよう。おー、本当に出た。美味しそう。ブロッコリーです。本当だ、すごい。熱っ、熱っ、熱っ、熱っ。おー、出来たて。千秋がですね、のだめのために作った呪文料理なんですが、はい、先ほどアンケートで1位から3位になった人には、はい、なんとこちらで食べて。やったー。ちょっと待てよ。何ですか、なんだこの新一。でも分かりやすいじゃないですか。そうだよ。分かりやすいですよ。やったー。ちゃんと戦いましたから。戦ったね、数字出たしね。そうだ、俺両方とも 1% だった。ね、岩田さん負けたってことは、うん、すごい絵が下手くそか、すごい人気がないか、どっちか。あのな、はっきり言うぞ、両方だよ。そんなことないですけど。やるわ。やめて。司会をやめる気だ。ちょっとせっかくですからね、あったかいうちに。あ、それでですね、1位になったフロッグマンさんにはなんと、うん、もう一品あります。どうぞ。え、なになに、何それ。なんともう一品あるんです。何あんの。え、何あんの。なになに、おごそかに、あれ、おごそかに登場しない。来ないですよ。生放送ですよ。さてはね、あれこけたんで、全部バーッやっちゃったんで、あれきっとね。ほんと戻ってんじゃん。戻ってっちゃった。ざわざわしてますけど、大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫。私が段取りを間違えました。段取り間違えました。え、そうですか。最下位になった岩田さんにはですね、あのブロッコリーを用意していたらしいんです。あ、ブロッコリーだけ。よかったな、ブロッコリー書いてるから。そうなんですよ。最悪やな。最悪じゃねえかよ。ブロッコリーを用意していたらしくて、今ブロッコリーが退散していきます。何ですか。あ、ブロッコリー。なんか来ましたよ。来ました。じゃあフロッグマンさんに。フロッグマンさん、何なのそれ。1位の料理を。あれ、何これ。うわ、すげえ。肉美味しそう。あのね、こちらもですね、あの千秋がのだめに作った呪文料理、ブフブルギニオンです。ブフブルギニオン。なんとですね、このレストランたかしにはない料理らしいんですが、たかしにない。今回ですね、のだめカンタービレに出てた料理ということで特別に作っていただきました。はい、たかしに拍手。たかし、ありがとう。何言っちゃうと、ふさぐ、俺に取り分けろっつうの。今カンペが岩田さん料理取り分けてって。カンペがた。いいよ、やってやるよ。持ってこいや、皿。俺の恨みとともにな、みんなにやってやるわ。すごいね、いい匂い。はい、でまあ、これだけでも美味しいんですがね、もう一品欲しいというところで、今回カロリーメイトも添えてあります。バランスいいな。そうなんですよ。カロリーメイトならですね、栄養も取れますし、独特のこの味や食感が意外といろんな料理と相性がいいんです。ちょっとカジ君、目の前でごめんね、かぶっちゃってるけど。なんか先輩にやらせてるのにすごいダメな感じを感じるんですけど。大丈夫です。大丈夫ですか。この恨みはね、いつか晴らすから。恨みってちゃんと勝負したじゃないですか。まあ、あ、いいんですか。すいません、いただきます。ブフブルギニオン、どうぞ。ちなみに岩田さんのブロッコリーは来る予定はあるんですか。来なくていいよ、大丈夫だからね。ブロッコリーだけで来るんですかね。岩田さんにぜひ美味しいブロッコリーを食べていただきたいなと。ブロッコリー美味しいで
一応ね、あの先輩だから、ありがとうございます。フォークで切れる。はい、じゃあ次。え、いただいちゃっていいんですか？はい、どうぞどうぞ。いいですか？いただきます。ね、美味しい感想をね。野菜めちゃくちゃ可愛い。来ました。岩田さん、ブロッコリーです。別にいらないよ。あの、ねうん、こちら私が取り上げるんで、ぜひ岩田さんにはブロッコリーをね、食べていただきたいなと。食べていいですか？はい、じゃあカジ君どうぞ。なんか、ありがとうございます。食べていい？じゃあ、愛沢さんにも。誰かにみたいなぐらい会話が何種類かあるんですけど、大丈夫ですか？大丈夫だよ。番組ですよね、これ。はい、どんどん食べて。大丈夫ですよ。今ね、僕はどっちかというとたかしだから、今たかしっていうと岩田たかし、そう、岩田たかしだからね、今ちょっとね、たかしが俺に憑依してるから、ね、これ何の肉ですか？それはね、水牛。ええ嘘だよ、知らねえよ。水牛だよ、食っとけ。じゃあ岩田さんのブロッコリーを どうぞ。美味しい、いただきます。おいしい、おいしいよね、おいしいよ。肉が柔らかい。すいません、いただきます、うん、お肉、ほらほらしてる、塩ぐらいかけといてよ、塩ぐらいさ、すごい生ままでよ。何の肉これ、何の肉、これ何のお肉ですか？牛でしょ、牛だっつってんの。本当に牛、うん、嘘、本当に牛これ。いや牛じゃないですか、これは普通に。お前はじゃあ違う牛ってどういう牛みたいな。牛だろこれは。おいしい、おいしい、おいしい、みんな全く嘘。岩田さん、ダメです、負けたんで。あ、そうだ、そうですよ、ダメ、な、食うようじゃないですよ。バレたね、はい、あ、岩田さん、はい、このブロッコリーだけだとさすがにバランスが悪いということで、うん、もうこのバランス栄養食、嘘、食べていいの、カロリーメイトはだって、おバランス偏っちゃダメですから。やった、ありがとう、させや。カロリーメイトは優しいな。これ何味ですかね。あ、チーズ味、うん、いいな、美味しいです。元祖元祖、はい、こっから始まったんだよ、カロリーメイト。カジルさん、完食してますね。ムランク、うん、人参食べてますね。人参も、人参もちっちゃくて可愛いの。さっきから野菜が可愛い、可愛いってずっと言ってます。そうだよな、俺の方が可愛いよ、バカ野郎。え、誰のが可愛い？俺の方が可愛いって言ってんだよ。この番組、こんな、なんか喧嘩だけでいいんですか？やったりしちゃいましたね。大丈夫ですか？司会進行の方は、ね、あ、ミレリーゲも食べて、あ、ミレリーゲも食べる、はい、お皿が足りない。そう、なんかスタッフ、お皿持ってって。これもいいじゃない、これでもいいです、ね、じゃあみんな直箸で行っちゃって。箸、はい、じゃねえけど直フォークでね、直フォーク、あ、はい、ない、トングだ。あなたはまとめてて、俺やるからこういうこと得意だから。トングの使い方がわからなかった。トングはね、はい、はい、すごい、うん、すいません、はい、はい、はい、ブロッコリーさん、いくよ。美味しそうですよ、ミルリーゲー。はい、はい、はい。こちらどちらものだめカンタービレに、はい、あ、すいません、お皿が来ました。お前の、お前の、お皿来ましたね。美味しそう。でも2つ、今来た、もういいよ、これでいく。みんなね、わがまま言わないから大丈夫。ちょっと味混ざるけど、上の方から食べて。そうそうそう。ねえねえ、ちょっと大丈夫ですか、うん、あの、うん、お姉みたいになってますか。お前に言われたくない。あ、どういうことですか。美味しい、ニンニク。これすごい。カジ君どうぞ。すいません、ありがとうございます。ニンニク。じゃあ、相沢ちゃん。あ、これ。私にもくれるんです。ありがとうございます。いただきます。ぜひカロリーメイトも合わせて。あの、めちゃめちゃ美味しい。パン代わりに。どうぞ。ガーリックすごいですね。食べてみてください。ね、ガーリックいます。ニンニクじゃないですか。ガーリック強いの？ニンニクとガーリックっていい。僕臭くて嫌になっちゃうな。あの、俺も食べ、岩田さん、はい、ガーリックがすごいですねって言ったら、金田さんがこれニンニクじゃないのって、うん、お前バカだろ。あと、そして、うん、あの、向こうのスタッフが勝手に喋り始めるってわけわかんない感じ。お前らさ、少しさ、考えろよ。今ただのご飯タイムじゃないんですからね。そうだぞ、生放送ですから。中だぞ、自由か。これ放送してるんだ。そうですよ。ごめんね、視聴者の皆さん。そうですよ、ね、じゃあ、はい、あの、食べてていいよ。今何ページ俺す進めていくから。あ、でもね、次あの、V なので、あ、V か、ゆっくり食べる。お、そうだね、じゃあ V 振りしよっか。はい、もういっちゃっていいですか。いい、まだこれ食べてていいの。くっちゃくちゃですね。俺としてはなんだろうな、早く終わりにしてほしい、ね、食べるのね、うん、おいしい。じゃあ、はい、じゃあ、スタッフの紙人形に、はい、引退と思います。 OK。 どうぞ。はい、カンペ出ないね。事故が起きております。、絵だけしか映っておりません。はい、
頑張れ。さあさあ、まもなくでございます。5秒前。ちくしょう、みんな美味しそうに食べるな。悩ましいけど、わしもミレなんとか食べたいけど。川粒町、ちゃんと言えてないじゃないですか。いや、何を言ってるけど、少し長いから略しただけだわい。ねえ、何を騒いでるの？本番中よ。あ、沢谷さん、いや、川粒町があの料理食べたいってうるさいんですよ。川粒さんって、ずいぶん欲しがり屋さんなのね。いや、申し訳ないけど、すぐ欲しがってしまうけど、食べたい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 、あの料理が食べたいけど。川粒さん、私たちは貧乏なテレビ局で予算もあまりない。偶然入手した人気作品のリメイク加減でアニメを作って視聴率を稼ごうとしているせこいテレビマンだわ。でも我々テレビマンには視聴率しかないのよ。食欲の前に視聴率を稼がなきゃ。栄養不足なテレビマンにはカロリーメイトがおすすめよ。ん？何かいいこと言ってそうな雰囲気出してますけど、沢谷さんはつまみ食いしてますよね。横切ったけど今。なんか おじさんが横切ったけど。ちっ。なんだったんだあの人。今横切った人も一体何だったんだ。いやさか、そんなことより気を取り直して小林くん、次のコーナーに行くぞ。了解です。小道具のあれ、なんか手が出てた。これか、カジ君。え、でカジ君やめて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 。あ、なんかおーい。なんじゃこのカオスな終わりは。でもバレちゃったよ今、なんか人映ってたよ。いやー、え、今のは事故のコーナーでいいんですか。だいぶ事故でしたけど。いいんですよね、これが生ですよね。そうそう、よし。さあ、それではいよいよ次のコーナーに行きますよ。皆さん、事故ですってカンペ何なんだ、ね。さあ皆さん、ここから気を取り直して、はい、次のコーナー行かせていただきます。お、はい、その次のコーナーは、はい、視聴者参加型生アフレコ。いやー、よし、こっからちゃんとやろう。今までちゃんとやってるぞ。ぜひ最初からお願いしたかった。よし、じゃあお願いします。はい、このコーナーでは、はい、千秋役の梶さん、はい、のだめ役の金田さんに、うん、視聴者の皆さんが考案したセリフをその場で再現していただきます。いや今ね、はい、ダメ役金田智子さんすごい今な、段取りを追ってんだから、わざわざ身を乗り出して言うな。すいません、ダメ役って聞こえちゃってびっくりした。大丈夫ね、大丈夫ね、はい、失礼いたしました。のだめ役。じゃあ台本に戻らせていただきます。はい、面白そうですね。もうちょっと気持ち込めてもらっていくらなんでもちょっと読みすぎかな。いや面白そうですね。どんなセリフ2人は言ってくれるんでしょうか。はい、はい、まずはこちらのお題をご覧ください、はい、どうぞ。お題は千秋とのだめです。あれ、さっきと一緒ですね。全く一緒ですね。あれ、手抜きかな。大丈夫かな。いやでも今これが主人公ですから、ね。まあそうですね、はい、なるほど、千秋とのだめということで、うん、はい、視聴者の皆さんには、はい、のだめのカロリーメイトを勝手に食べているところを目撃され、はい、必死に言い訳をする千秋のセリフを考えていただきたいと思います。視聴者の皆さんに、はい、はい、なるほど、千秋のセリフですね、はいはい、まずはお手本としてカジさんと金田さんに自由に演じてもらいたいと思います。はい、まずあの千秋、あ、のだめが言うんで、それに対して、皆さんに考えてもらうと。はい、じゃあ金田さん、はい、早速よろしくお願いします。スタート。え、何、ここです。そうだよね、台本ないとね。うわぁ、千秋先輩、それ私のカロリーメイトですよ。なんで勝手にあの食べてるんですか。返してください、それ私のです。返してくださいね、黙ってないで、なんか言ってください。怖い。こののだめ怖い。はい、よく分かってないんですけど大丈夫でしょうか。はい、なるほど、以上でございます。はい、はい、じゃあ視聴者の皆さん確認しますね、はい、ちょっと息多めですけれども、はい、のだめがああいうことを言ってます。最後は何か言ってくださいきっかけで、先ほどは、カジ君が怖い、はい、何か怖い、この怖い、そうです、ね、何か怖いの、素直な、はい、あなたたちが考えてください。はい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。はい、でここの視聴者の皆さんに今投稿してもらってるセリフを、はい、あの岩田さん、カネさん、黒熊さんに拾っていただきまして、はい、はい、で
書いていただきます。書きますんで。急にもやっとします。はい、皆さん近くにあるですね。はい。あ、これね。自分の元を出してください。はい。そしてそれを書いてくださいね。で、はい、じゃあ梶君も拾ってね。コメントを拾えばいいですね。はい。じゃあ皆さんもこう思いついたやつをどんどん書いてくれくれくれ。はい。今ここに流れてるセリフの中からお気に入りのセリフが見つかりましたら一つ選んで。流れが早いですね。早いですね。ちょっと流れが早い。今ね、また一つ事故が起こりました。カメラにスタッフさんが激突するでしょ。分かりにくい事故が。多分ね、今日伝説生まれてるからね。そうですね。なかなかないですよ。すごいね。あんなに打ち合わせやってるのに。こうなっちゃうんですね。言うなよ、それをよ。やってるよって言わないと。はい、でその皆様にセリフを選んでいただきまして全部一応梶さんに言っていただきます。でその4つの中で良かったものを決めたいと思います。 あこれにしようかね。あの同じセリフねできればもう何度も何度も打ってくれると、うん、なんかね、流れてっちゃうんで、うん、ああいいなと思っても最後まで書けないんですよ。セリフの勢いがすごすぎて、うん、なかなか一郎さんぐらいだよ書けるの。あ一郎さん誰ですかそれ。どこの一郎さんですか。ちょっと待って、うん、同じコメントはできませんってなんか書いてましたね。あ、そうなんだ。あ、そうか、あ、そうか、同じコメントダメなんだ。じゃあ若干変えて若干変え、うん、ちょっとね、うん、動体視力が相当良くないと、ね、あ、なるほどね。これはどれにしようかな。難しいです ね, ね。だんだん僕はちょっと目が疲れてきましたね。そうです ね, ね。でもめまいがしてきた。酔いますねこれね。よし、じゃあこれでいこう。あ、でもさっきのでいいじゃん。これもらった。これいいね。お、だんだん決まってきましたね。皆さん、皆さんもどんどんコメントしてください。まだまだ選ばれるチャンスがあります。はい、私決めました。決めましたか。僕も決めました。お、決めましたか。はい、いただきました。あとは梶田さんも書きました。できた。あれ、最初の頃のやつにした。皆さん書きました。はい、ではではでは皆さんの見ていきたいと思います。はい、これ恥ずかしい。ちょっと私じゃあこれ、みーちゃん、やばい、カネダさんに、はい、じゃあまずは私の方から、ね、みーちゃん、はい、見ていただいて、カネダさんが一人パニック起こしてるんで、さっき書いたね、あのブロッコリーとかが、みーちゃん、いいよ別に、はい、もう今更ですよ、はい、あの金友もちょっと静かに書いててもらっていい？今始めるからね、はい、じゃあ私が選んだ視聴者さんからのコメントはこちらでございます、はい、じゃあカネダさん始めてください演技を。はい、どうぞ。スタート。あーむやー、じゃあ先輩、じゃあそれ私のカロリーメイトですよ。なんで食べるんですか。あー返してください。あ、それ私のでしょ。あ、返してください。ね、黙ってないで、なんか言ってください。お前はお尻でもかじってろ。はい、というわけで選んだのは、お前はお尻でもかじってろ。おー、こちらでございました。さすがカジさんですね。これ僕被っちゃったんですけど。あー、じゃあカジ変えた方がいいかな。じゃあ次はね、頑張ってしまうの。今のうちに。なんだ、カジ君と僕はセンスが一緒だったね。そうですよ、ね、一緒、ありがとうございます、はい、ね、さあ、じゃあその間にですね、被ってないですか。あ、私、被ってないと思う。あ、僕も被ってないです。うん、おー、どっちから行きやすい。カジ君どれか今ありましたか。じゃあカジ君待ちでちょっとですね、今選んでいただきまして、はい、じゃあなんかちょっと皆さんまだまだカジ君待ち。あ、もう大丈夫です。はい、あ、もうもうもう、はい、はい、はい、あの、はい、ありました。はい、できましたよ。はい、じゃあ続いてカジさんの自分、はい、ご自分で選んだセリフを、そうですね、いただきましたら、はい、じゃあ金友さんどうぞ。落ちまですごい長いですね。うわケヤキ先輩、あ、それ私のカロリーメイトですよ。なんで食べてるんですか。返してください。あ、それ私です。返してください。あ、ね、あ、黙ってないで。のだめ、のだめ、なんか、言ってください。あ、言ってください。くん、打ち消してやる。ちょっとこれ嬉しいですね、生で来てるの。生で来てました。生で来てた。まさかの被りが出ちゃったんで。何、
流れてたやつをあのいろいろあったんです。大きいものに対してね、同じのあたりを狙うというやつが、はい、ありましたからね。さあ、それではですね、次行きたいと思います。はい、行きますか。次は金友さんにお願いしたいと思います。これ振り全部やりますか。はい、これ落ち上にも金友さんの経過が面白くなっちゃってるんですけど、金友、あのもうちょっと巻きでお願いします。分かった、急ぐよ。3、2、1、スタート。うわー、清木先輩、それ私のカロリーメイトですよ。のだめ、呼吸しすぎだよ。返してくれ。それ私のです。返してくれ。ね、待って、返してくれ。投げてください。このハウス、ちょっと息多めにした。息ちょっとじゃないです、だいぶ多かったですね。どんどん回してます。最後はハウス。なるほど、それで息が多めだったんですね。はい、最後は、はい、最後はフロッグマンさんです。はい、フロッグマンさんでございます。よし、フロッグマンさんの、じゃあですね、そーっと、はい、カジ君に、はい、わかりました。はい、準備が整いました。それでは3、2、1、はい。うがー、あ、千秋先輩、それ私のカロリーメイトですよ。なんで食べるんですか。返してくれさ。噛むな、噛みつくな。じゃあ、いらない、返してください。あー、じゃあ、カジュリムシ、返してくれ、残ってください。よし、こうなったらたかしに相談だ。高橋、ビバ高橋。いや、これすごいですね、面白いですね。高橋に相談。あ、すごい、はい、みんな、まあ、正直僕のが一番面白かったと思うんですけどね。どうだったでしょうか。それではですね、視聴者の皆さん、どのセリフが面白かったのか、またアンケートをしていただきます、うん、誰のセリフが一番良かったか、視聴者の皆さんに投票していただきたいと思います。それでは投票準備よろしいでしょうか。スタッフ、うん、投票準備よろしいでしょうか。バタバタしております。はい、じゃあそれではどうぞ皆さん、スタート。お、すごい、ちゃんと打ってる。おお、生なのにすごいですね。すごいですね。すごいね、超急いで書いてくれましたね。迷ったのが岩田にブロッコリーっていうのがあったんですけど、それはなんかいいなと思って。いいですね、非常にね。あ、岩田にブロッコリー。岩田にブロッコリー、岩田にブロッコリー。僕さっき実は4つぐらい食べました、ブロッコリー。味ないとね、ちょっと非常に寂しいものがありました。カロリーメイトありましたからね。カロリーメイトがね、ほんと美味しかった。なんかブロッコリーみたいな顔してるしね。うっせぇわ。髪型が、髪が、まあな、確かにな。認めちゃうんですか。ブロッコリーみたいな。さっき楽屋で金友さんがその髪型似合ってないよとか岩田さん似合ってて、ひどい、ひどいですね、金友さん。どうしたどうしたっつって、どうしたどうした。あ、出ました出ました。わー、駆逐してやる、駆逐してやる。あ、でも私負けた。お、金友さん2位ですね。でも俺がついに3位にやった。おお、好きだったんですけど、私も好きだったんだけど、はい、なんとですね、最下位には罰ゲームが。おまさかのフロッグマンさんが罰ゲーム。そんなことある。まさかの、あの罰ゲームはですね、のだめといえば音楽なので、はい、この鍵盤ハーモニカで一曲弾いていただきたいと思います。あら、すごい、鍵盤ハーモニカ来ますか。来ました。ロックマンさん確かに吹けましたね。なんとですね、フロックマンさんにちなんで、はい、カエルの歌ですね。すごい嫌だこれ。わかりました。それではですね、フロックマンさん準備の方よろしいでしょうか。これお前が放送してるってことだよ。放送してもいいよって言ってくれたから。お前が放送してるってことだよ。放送してもいいよって言ってくれて、それだからすごい良かったなっつって思って。だからなんかあの結構ね、何回も何回か通ったんだけど、はい、やっぱり一回としては同じ感じがないっていうのが生って感じしました。な、ね、生じゃないけど、生って感じがしました。そうですか。そうです、そうです。ああ、危なかった。わかりました。どうもありがとうございました。ね、さあ、これこのままこの言っていいのかな、普通にね。あ、それではせっかくのですね、ニコモ生なんで、うん、視聴者の皆さんにちょっと聞いてみたいんですけれども、うん、カジ君と金友ののだめ、はい、これ皆さん楽しみですか。ぜひコメントで書いてみてください。ただあまりにもまとまって書きすぎると文字重なるからね、うん、ちょっとブレイク置きながら。あ、でも皆さん楽しみすぎる、楽しみすぎる、楽しみ楽しみ、うん、期待している、恐怖。いや、待ってますけどね。終わりものみたい。豆腐ってなんだよ。
豆腐で豆腐の危険混ぜるなっていう本当に恐ろしい、ね、濡れそう漏れそう、漏れそう、漏れそう。ちょっと間違えちゃうとね。またちょっとブシ君は持った、ちょっと俺は。そうですね。ちょっと持って時間帯もどう。すごい嬉しい。楽しみです。ごくおっしゃる歴史ちゃん。岩田さんも出してあげてくださいます。今フラグマさん今大事なワードに飛びましたからね。何かありました。岩田さんを出してあげてって言ってます。あ、そうですよ。本当だ。大事ですね。わかりました。じゃあ岩田さんも。はい。よろしくお願いいたします。はい。さあ、問いますね。では、あの、金田さんの収録風景が見れるというわけで、なんと、それ放送できるんですか？どうなんですかね。でも、VTR はあるらしいので、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい、というわけで、VTR どうぞ。はい、2014年7月、番組スタッフは、のだめを演じる金田朋子さんのプレスコ収録の取材を許可された。収録前、フロッグマンとの打ち合わせに臨む金田さん、真剣に話を聞いている。面白いキャラで有名な金田さんとは別人のようだ。本当は真面目な性格かもしれないので、金田さん本人にお話を伺ってみた。普段あの金田さんは結構あの面白いキャラとして、あの暗いです、私全然暗いです。あれはじゃあ演技なんですか？そうですね、まあまりにもこの、そうですね、この私を救ってくれた命の恩人声優に対しての喜びこれ大丈夫ですかね、私大丈夫ですか？ということで、まあそうですね、嬉しくてしょうがないですね、毎日が。なんだろう、金の斧と銀の斧ぞでがいいって言って黄色い斧って言っちゃった、そんなような気持ちです。謎の言葉を残したまま、金田さんは収録ブースへ移動。いよいよ収録が開始される。はい、千秋先輩、かっこいいよ、かっこいいよ。あ、のだめ先輩のために唐揚げ買っておいたんだよ、食べてよ。真面目に演技に取り組む彼女、やはり面白いキャラは演じているのだろうかと番組スタッフは思い始めていた。しかしその考えは間違いだった。栄養のバランスが崩れてんじゃねえですか？なんだと？これ食べてくれじゃないの？これはカロリーメイドですよ。これには体に必要な五大栄養素が含まれてて、手軽にバランスよく取ることができるんですよ。はい、じゃあその後のじゃあおしゃれだな。ダメだよ、笑っちゃうよ。フロッグマンに金田さんの印象を聞いてみた。印象ですか？印象どうでした？もうこうしてですよね、これでも事故ですよ。元本のこの人キャスティングしたのは。すいません、もう事故を起こしてしまいました。面白いですね、これはやばい。ちょっと未だかつてないほどやばい作品になりそうな予感をちょっとしてますね。一体どんなのだめが誕生するのでしょうか。第1話は7月31日木曜日13時公開予定です。ちょっと、ちょっと、よかったでしょ？どんだけ小顔なんだよ。びっくりしたわ。いやでも楽しかったのよ、本当に。うん、それはもう十分すぎるほど伝わってきた。家族楽しかったよね。楽しかった。お前どんだけストレートなお前表現なんだよ、お前。びっくりしたよ。本当楽しかったでしょ。うん、まあちょっとじゃあ君のはいいからね。はい、ちょっとね、カジ君。はい、カジさん、のプレスコ収録はいかがでしたか、はい、監督との。いやでも今の収録風景見てると、うん、僕間違ってたから。なんかちょっとね、もうちょっとやればよかったなって。だいぶ薄味になっちゃってるかもしれない。悔しいよね。これ見ちゃうとね。そうだよね。足りなかったかな。よく食べてくださいよって言ってたのに。犬になっちゃったんだよ。びっくりしたよ。普通の人そうならないですもんだって。お前がびっくりするんだから周りがどれだけびっくりしたと思ってる。いやでもさすが監督、うん、大丈夫だったよ。何大丈夫だったよ。だからどっしりしてる、やっぱ監督どっしりしてるなって。そりゃまあ監督だからな、うんうんうん、でも相当内部崩壊は起こしてるからな。もう本当に
になんか切なくなるわけだ。本当ですか、うん、はい、でもね、そこもなんかだからそのぐらい楽しい感じ、はい、だからもう本当野原をはめじめっていう感じ、どんどん来てるからね、そうそう大事な人に聞かせてね、フラグマンさん、はいはい、この第1話、はい、これはどんなお話になるんですかね。まあ一応狙いはですね、はい、まあ、その東京郊外で起きた一つの、まあ、カロリーメイトにまつわる物語を描いたつもりだったんですけれども、はい、まあ、正直金友さんが参加したあたりから、はい、まあ、どうでもよくなりましたね、まあ見てくださいって感じですかね、はい、僕も実は見させていただいたんですけれども、今のフロッグマンさんの言葉がものすごく刺さりました、はい、なるほどな、ちょっとドーンって、ドーンじゃねえだから勝手に入ってくるじゃねえよお前、はい、ね、楽しいぞ、うん、ね、ありがとうございます、はいはいはい、まだまだね、お話も伺いたいところなんですが、はい、次のコーナーに行けと指示が出ております、はい、行きましょう、行きましょう、次のコーナーに行ってみたいと思います、はい、よろしくお願いします。書いて当てよう、イラストクイズ、イラストクイズってことは、ね、はい、絵を描くんですか、ね、なんと絵を描きますよこのメンバーで、お絵を描きたいと思います。描くんですか、はい、これからお題が出るんですが、はい、皆さんにはそれを絵で回答していただきたいと思います、はい、というわけ です、あのスケッチブックの用意をお願いします。置きましたよスケッチブックが、はい、あのせっかくなので岩田さんにも、はい、俺も書いていただきたいと思います。僕絵心ないっすよ、はい、え、そうなんですか、俺、うん、絵心ないっすあ、でも、うん、私は、はい、あれよ、賞もらったことあるよ、賞、賞、賞もらったことあるよ、できたでしょうとか頑張ったでしょうとか、牛の絵をね、賞もらったことあるんです、そうですか、足をね、100本くらい描いてる怖い絵ですねこれね、ずっと聞いてるとね、賞もらったからもう、はいはい、なんなら BGM でもいいんで、はい、進めましょう、はい、お願いします、はい、今回は野だめに関するお題が出ます、野だめに関するお題ですか、はい、はい、あの、カジさん、絵はあのご自身はありますか、ご何でしょう自信はありますか、自信ですか、はい、自信はその別にうまいわけではないですが、はい、あの画伯的な面白さもないので期待しないでください、はい、以上です、絵得意、だから今は言ったんですけど伝わってないようで、かぶせるのやめてくれる、ないです、ね、ちゃんと聞こう、大人なんだから人の話は聞いてね、金友さんはどうなんですか、だから私今賞をもらったことあるが、でもカズイ君もかぶせないもうやりましょうかね、ここ無限ループがあったからね、お願いしますよ、はい、じゃあ進めましょう、はい、はい、ちなみにイラストを審査していただきまして、この視聴者アンケートを使って投票の多い方が勝利という形で、視聴者の皆さんに、はい、競争するの、いただきたいと競争します、うわぁ、嫌だな、嫌ですね、あ、もうだってカジ君人気あるからさ、めっちゃ多いじゃんカジ君でもね、私神谷さんの、次何ですか、はい、聞いて、最初に書いていただく絵のお題は千秋と野だめです、後ろ見ないで、あ、後ろ、あ、後ろに、あ、そう、後ろにいるから、あ、でも画面がある、あ、でも見ないで書いてください、見ないで書いてね、見ないで書いてくださいね、岩田さんしか見えなかった、岩田さんしか見えなかった、はい、というわけで千秋と野だめを書いていただきたいと思います、制限時間は2分間です、それではちょっと待ってね、2分ってクロッキーじゃないですか、クロッキーの時間しかないですよの皆さん、どなたの絵が楽しみですかね、ぜひコメントに書いてみてくださいね、書いたはずなのに、千秋とのだめ、ちなみにのだめカンタービレ、岩田さんは見たことってありますか、ありますよすごいゴニョゴニョしましたけど大丈夫ですか、若干あるそのね、記憶を頼りに、どうしようどうしよう、ちょっと待って、どんな顔だったっけ、ね、はい、千秋が男性で、のだめがヒロインです、だって千秋でしょ、千秋ってほらなんか女の子っぽい、そうですね、千秋だけど男性です、あ、そうなん、千秋は千秋苗字ですもんね、そうか、はい、あ、苗字なんや、そうですよ、苗字なんや、え、苗字なの、そうですよ、千秋真一ですさっき僕名乗る時千秋真一って言いましたよね、はい、そうなんです、え、今知ったんですか、知らなかった、千秋、俺はいいよ、俺は
は別に作品に参加してないからいいけど、お前参加してるよな。してるけど、一応バージョンじゃない。残り1本切っておりますね。はい、残り1本切っております。あと何秒ぐらいかな。30秒ぐらいかな。難しい、ちょっとどうしよう。これこれ本当すごく難しいんですよね。楽しみですね。まあいいや、まあいいや。プロマさんもできました。いや、できてないんだけど。結構筆がやばい。さすが早いですね。岩田さん、まあいいや。ちょっとキラッと岩田さんの絵が見えちゃった。これはちょっと待って、なかなか期待できますけどね。え、なんで笑う。プロマさん、ダメですよ。横見ちゃダメです。なんか今見ちゃいけないもの見た。岩田さんの絵を見ちゃいけません。なんか今すごい心霊写真みたいな。早いですね。はい、というわけでですね、まずは我らがフロクマンさんの絵を見ていきたいと思います。プロですからね。いや、でもね、そんなに描いてないんでそんなにうまくないです。はい、どうぞ。じゃじゃん。あ、すごい。ほらね、ほらね、こういうことですよ。でもね、絶対やっちゃいけない禁じ手をやりましたね。はい、そうですね。絶対やっちゃいけない禁じ手。これは上に禁じ手やりましたね。そうですね。名乗る。ちょっとずるいですよ。最悪なことですね。そうですよ。いいじゃないですかね、名乗ってね。何が立つんだよ。お前、まさかお前もやってんの。じゃあちょっと、まあ、では続いて、岩田さんの絵を見てみたいと思います。なぜか千秋が、どうぞ。まさか、いないんですけど。え、これは千秋ですよ。これは何、小さい秋じゃないの。まあ秋ですね。で、野田目が、あ、こっちもある。え、黒に3枚溜まったりするみたいな。これ、ダメなやつじゃないですか。ダメなやつ。ありますね。全然これしか浮かばなかったですよね。申し訳ございません。ありがとうございます。でも、なんだろうな、スピリッツは感じ取ってくれてるんで、すごく今皆さんの拍手とかがすごい、パチパチ来てますね。嬉しい感じ。待ってます。ポイント待ってます。じゃあ次は、続いてはカジさん、はい、お願いします。僕はあのちょっと趣向を変えまして、千秋の方は何ですか。指揮してる時の姿。お、やるな。じゃん。おお、まあいけない。なんかでもすごい。そしてね、このマングース的なキャラクター、これこの着ぐるみで原作の中で登場しますから。これはゴルゴルの野球ボールじゃないの。違いますね、顔ですね。これはあとね、のだめは結構こういう口するんですよ。僕ね、ちょっと唇太い子は好きです。まさかの岩田さんのチューする時にちょっと柔らかく。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。ですね、雰囲気取れてるよね。よかった。じゃあ最後に、なんかリーサルウェポン。私は、はっきしって岩田さんには勝ってると思う。お、私、風景描いてないもん。ちゃんと人間描いてるもん。お、じゃあ見せてみなさい。いいですか。さあ、じゃあ、あなたも描いた千秋と野田目、どうぞ。じゃん。怖っ、怖っ、怖っ。え、怖くない。消えたよね。で、何人だそれ。どこの星の人だよ。違う。コメントがすごいことになってるんですけど。怖い。コメントで見えない。怖くないよ。お前。お前。ね、これなんでこんな輪郭が言うなみじゃねえか。違う違う。あのなんかぼやっとした感じのイメージがあるから。ぼや。それをはっきり書くやつじゃん。その辺書いてる。でも違うじゃん。おでこの線なんですか。なんでこれ塗ってんの。これ。どうしたの。怪我してますよね。塗ってない。何があったんだよ。違う。こう髪の毛。髪の毛。髪の毛って横にこうなりますっけ。こうなって、こうならないでしょ。え、確かによ、確かに言わせてもらうけどよ、お前、うん、千秋と野田目って書かないと分かんない。分かんない。そうですね、これ書いた方が良かったですね。これ、うん、書いてよかった。まあ、フロッグマンさんのは禁じ手だけどな。あれはね、もう上手い上にっていうところ。そう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 。ちょっとお願いします。一票よろしくお願いします。はい、それでは誰の絵が一番良かったか、視聴者の皆さんに投票していただきたいと思います。お願いします。一票でお願いします。僕は心で感じ取ってほしい感じですよね。いや、私岩田さんには負けてないと思う。おめえに負けるって。いやいや、最悪だよ。負けとか勝ちとかじゃないってこれ。もうすでに二人の勝負も気になりますね。なんやろな、俺たちはちょっとカテゴリーがアバンギャルドすぎたな。アバンギャルド一緒にされたくないよ。おめえ、何言ってんだよ。これはなんだろう、激戦ですね、ある意味。ぶっちゃけなんでしょうね、あのフロッグマンさんとカジ君の一騎打ちって感じはまあ否めないですけどね。頑張るぞ。
構成も似てるしね。そうですね。あ、そうだね。まあどっちかって言ってでもフロックマンさんは、あ、やった、やったー、2位はカジさん。え、でもすごい、すごい、カジさん24%、すごいっすよ。岩田さん 5.4% しか。あれ、あれ、待って、岩田さん、なんで視聴者2番ですよ。2番結構な、あの、いや、ちょっと待って、あの、俺はいい、うん、俺はいいけど、うん、なんでフロークマンさんが負けるんだよ。やっぱ私死んでからは売れるかもしれない。お前ゴッホと一緒にするんじゃねえよ。ゴッホに申し訳ねえよ。ちょっと僕ちょっと心痛んでるんで進めてください。ちょっといろんなドラマありすぎて僕1位なのに全然目立ってないんですけど。ちょっと寂しい。みんな ありがとうございます。なんかすごく、はい、こんな感じで、あの、やっていきたいと思います。はい、続いて書いていただくお題はこちらです。はい、何ですか。ミレリーゲー、もう一回いきます。ミレリーゲアラパンナコンイブロッコリーです。これは何を言うんですか。こちらですね、はい、のだめカンタービレに出てくるあれになります。皆さんにはご想像で絵を描いていただきたいので、あのコメントで描かないでくださいね。皆さん簡単じゃないですか。コメントで何か描かないでくださいね。はい、はい、簡単ですよこんなの。はい、またこちらね、なんと、はい、こちらのアンケート勝利すると素敵な商品が待っておりますので、皆さんあの本気でやってください。え、何、はい、ちょっと題名がよくわかんないんだけど、何、そうですね、ミレゲミレリーゲアラパンナコンイミレリーゲアラパンナどこから入ってるんですか。ねえ、相沢ちゃんどこの毛かな。ミレリーに入ってる。ミレリーに入ってる。レッツ、なんだ、ライティングヒントないの。どこの毛なんだろう。2分ですよ、書いてください。ヒントないの。書いてください。ヒントないの。ヒントないです。ご想像で書いてください。これかな、難しいですね。うん、のだめカンタービレお好きな方はあれかなみたいな、あれかなみたいなの分かると思うんですけど、ミレリーゲ、はい、ミレリーゲ、はい、愛の何かです。愛の呪文、愛の水中か。愛の水中、古いな、きっと誰も笑ってねえだろうな視聴者。ちょっとよくわかんない。今回なんかとね、驚きの商品が出ますんでね、ほんと真面目に驚きの商品書いてくださいね。何だろう、俺はもうこれしか考えられないです。何だろう、全然わかんない。なんかみんな大丈夫かな。大丈夫かなって言われる。なんか不思議な感じになってますけど、皆さん大丈夫ですか、ね、いや全然わかんない。全然わかんない。ないよ。え、なになに、全然わかりますよ。え、ミレリゲ、ミレ、ミレ、ん、なんだっけ。お願いします。正解わかるのです。相沢ちゃん、しっかりと伝えてください。すいません。もう普段はあの、回したりしない人なんですよ、私も。言ってた。いいよ、俺そういうとこ大好き。じゃあ、ゆっくりでいいから、はい、ミレリゲの後を聞かせてくれるかな。はい。ミレリーゲ、アラ、パンナ、コン、あ、1分前です。ちょっと1分前です。はい、アラまで行きました。アラ、パンナ、コン、イ、ブロッコリー。あ、でも最後のはちょっと、ヒントかもしれないですね。うん、ブロッコリー、うん、誰に聞いてんだろうね。あの、岩田さん、書いてください。どの毛は、もと僕は終わり、終わり。どうすればいいんだ、これ。これ、ね、刺しますね。あ、こっちか。そこに刺します。緑の毛、緑の毛、伸ばします。そして、息をまず吹き込んでみてください。ちょっと待って。はい、一度、試し打ちじゃないですけど、試してみましょうか。音出ますか。36年ぶりに吹きますよ。はい。はい、音出ますか。あ、そこまででございます。それではですね、はい、フロックマンさん、演奏。まあ、もうちょい。よしなさい。もういける、いける？フロックマンさん、演奏お願いします。あ、すごい、弾ける。シュールすぎやしませんか。すごい、俺もすげえシュール。何この時間。まさかフロックマンが罰ゲームの予定ではなかった。ねえ、わけわかんない時間が。こんなはずではなかった。ここだけ見たらどんな大人の音楽教室でした。教育番組みたいでしたよ。なんか弱々しかったね。うせえよ。本当にね、すごい楽しい。正直ここだけ一瞬イーテレになりましたけどね。そうですね、本当です。絵がそうでしたね。ねえ、ブロックマンさん、ありがとうございます。ありがとうございました。何これ。さあ、続いてのコーナーは何になるわけですかね。はい、またあの恐怖の紙芝居コーナーがやってまいりました。そうですか、スタッフの皆さん、紙芝居ですよ。あれは恐怖だったな、本当に。さあ、紙芝居いきますよ。はい、え、それでいいの、バック、それでいいの。
絶対違いますよね。大丈夫だよ、まあ、まあ、まあ、俺が作るから、まあ作る、そっちだね。そっちだよ。はい、行くよ。なんで変えておかなかったんだ。それでは紙芝居まで3、時間あったよね、2、1、どうぞ。いや、心に響くメロディーでしたね。いや、まるで歌うように曲を弾いてたけど、ドレビアンだけど、まあ、フロッグマンじゃったけども。え、カオツさん、もうそろそろ番組も終了ですよ。いや、早く終わった方がいいよ、この番組。そうとは限らないわ。終わるとは限らないかもしれないわよ。そんなこと、どういうことなんですか。みんなが望めば番組延長もあり得るってことよ。いや、やめときましょうよ。やめときましょう、本当に。はい、アドリブか。本当にやめときましょう。きっと金友さんがまた変なことし始めますから。なんだって。どういうことかしら。さあ、エンディングが始まるわよ。これで正解なんですか、この番組は。終わったんですか。終わりました。終わっちゃいましたね。面白いね。面白いやつでした。なんと番組もいよいよエンディングの時間が来ました。エンディングが来ました。ね、大丈夫これ。金友さんが言うんですかそれ。ちょっと事故表記ない気がするんだけど大丈夫。落ち着いてください、はいはい。そろそろ番組もエンディングでございます。じゃあ、ね、最後終わりよければ全てよしで頑張ろう。ちょっと俺の話聞いてる。大丈夫。お前ちょっとさ、大丈夫、よだれとか出てない。大丈夫か。大丈夫かな。それはおかしい。ね、しまいましょう、ね。さあ、それではゲストのカジ君、はい、金友、フロックマンさん、はい、一人ずつぜひ感想を聞きたいところでございますけれども、どう感想って今日のですか。そうですよ。今日のぜひ、今日の集中して聞きたい感じなんでね。どうですかカジ君。よく分かんなかったです。なんかよく分かんなくて、うんうん、でもすごく楽しくて、うん、すごく疲れて。早くお家帰って寝たいなと思います。楽しかったよ。ありがとうございます。まあでもね、そうは言うてもカジ君結構楽しんでやってくれてたんだよね。いや楽しかったです。でも、ね、はい、まあ、ね、想像してたよりもはるかにいろんな事故が起きましたけど、うん、こっち側もこの画面の奥のそっち側でもいろいろありましたけど。でもね、それはね、事故というと事故なんだけども、はい、なんていうかな、よく言うとすごくファミリー的な番組だったよね。そうですね。いい、よかった。すごくファミリー感があって、なんかみんなのなんだろうな、和気あいあいさと一つになった感が俺は感じられた。急にかっこいい感じになりましたけど。バランス取っていただきありがとうございます。どうもありがとうございます。バランスと栄養していただきにありがとうございます。さあ、じゃあちょっとあなた最後にした方がいいかな。そうですね、うん、ね。いや、でも、いや、やっぱりフロックマンさん最後です。そっか。いいですよ、金友さん最後にしましょう。いや、ダメです。そうすると収集つかなくなるんですよ。この番組が閉まらなくなるんで。どうでしたか、金友さん。はい、私は、はい、ね、なんか、みんなで、うん、なんか最初に、番組最初に、はい、みんなで、はい、ほら、脳を脳って脳みその脳ですか。野原を。野原、ね、そう、あのさ、野原っていうよ、うん、ノーって言うと味噌の方なんですよね。ほら、みんな思うよ。視聴者もみんなハテナマーク。野原を、なんかでも、駆けずり回る感じで、そう、野原を駆けずり回る感じで、もうパンツも履かないで駆けずり回る。なんでパンツ履かないのかな。だから生だから。オープニングから繋がったんです、エンディングに。コメントが。カジ君、すごく拾ってくれてありがとう。そういうイメージでやったら、本当にみんなで、そういう感じになって。そういう感じってよくわかんない。具体してないよ今。だだ漏れちゃったから。だだ漏れたからみんなが失敗したりとか、そういうのも全部お見せするって感じで。でもそれはある意味すごい良かったと思う。うん、なかなかね、うん、できないことだと思う。ああ、そうなんだ、うん。なんか上から目線だけど、でも言ってることはただの良かったと思うだけしか伝わらなかった。だけどみんなでほら、さっき大田さんが言ったみたいに、うん、みんなで一致団結したみたいな感じになったってことでしょ、うんうんうん。それはだからみんなでみんなのケツを吹きまくったって感じでそう良かったと思う。なるほど。ちょっと画面に書いてあることを代表して言ってもいいですか。お願いします。ハウス。はい、多分これみんな思いが伝わったんじゃないかなと思って。でもすごい楽しくやったんだから良かったと思う。はい、そうです、うん、本当にね、はい、そんなこのお二人を、まあ、どっちかっていうとね、まあ、リーサルウェポンだったのは金友さんでしたけども、どうでしたかフロックマンさん。あれなんか別の場所にいるみたいな。なんか時差とかありそうだから。
日本かな中継じゃないからね、フロッグマンさん教育番組の人ですよ ね中継じゃないよ、こう E テレでもないし、ね、E テレですよね、これ ねどうだったかな、あの、はい、この番組って、そもそもこういうなんですか、はい、これをなんか盛り上げるためにやるはずだったと思うんですけども、フロッグマンさんのそのアニメ、うん、ね、たちを ね、なんか、うん、なんでこう僕盛り下がってんでしょうね下がっちゃったか本当ちょっと大丈夫かな、何なんでしょうねなんかこれからバーっていくはずなのになんかここだけ盛り上がっちゃって、うん、大丈夫かなって俺ね、一末の方もちょっとすごく失敗したなっていうのは、席順失敗したかなと思ったのできればフロークマンさん真ん中か、うん、カジ君の位置かなと思って、やっぱね、金とも恥が良かったかな。私も恥が慣れてる。恥が慣れてる。そんなセンターなんていたことほとんどないんで。うん、私端っこか上の方か。上の方。ひな壇的な。ひな壇。僕その番組見ました多分。そういう感じ多いんで、ちょっとそんなちょっと私。うん、でもさ、金とも一つ言わせてもらっていい、うん、今ね、まだフロッグマンさんの感想の途中だから。そうですね、まだ終わってなかった。じゃさあ、はい、というわけで古川さん本当にどうも、はい、どうでしたかね。でも、なんでしょうね、皆さんすごく今日盛り上がってて、はい、なんかさっきからも神回とか言って、この番組だけなんかすごく一点突破で楽しかったんじゃないかなとそれはなんかとりあえずはまあ良かったなと、すごくそういう意味ではもうカジさんのファンもすごい今日見てくれてる方もものすごい多いし、番組としては成功かなと、まああとはね、まだ3本はい、あります。作品が残ってますから。金友さんとお付き合いして作らなきゃいけないし、カジ君とお付き合いして作らなきゃいけない。なんかおかしいぞ。いや、カジ君ってすごく礼儀正しくて、こんなね、もう今もうお芝居をされるトップスターであるような、すごく丁寧で、すっごいいいし、だからもう。なんとかカジ君で心のバランスを取って行こうかな。僕はフロクマンさんにとってのカロリーメイト。カロリーメイトだ。私は何？多分ちょっとみんなコメントできない。うん、コメントするとちょっと危険があるから、うん、ちょっとアドにするわ。そうですね。アドにおたりはしてくれ。はい。ね、ありがとうございます。頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。コラボアニメ第3弾、はい、のだめカンタービレ、はい、あの噂の第1話ですね、あさって31日木曜日より配信開始となります。楽しみですね。よろしくお願いします。はい、そしてカロリーメイトの最新情報は Facebook をご覧ください。はい、はい、よろしくお願いします。さあ、というわけでいよいよお別れの時間が来てしまいました、改めてご紹介いたしましょう。本日のゲスト、梶裕貴さん、そして金田智子さん、そしてフロックマンさんでした。ありがとうございました。お願いします。そして、まあ、何を言ってもですね、何よりも頑張ってくれた相澤さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。岩田さん、岩田さんがいてくれてよかったです。ありがとうございました。とんでもありません。というわけでね、改めて司会は私、岩田光雄と相澤舞でした。それでは皆さん、せーの、さようなら。チャンネル 5.5 番のだめカンタービレ公開直前生スペシャル。いやー、気持ちいい。はい、チャンネル 5.5 特番をご覧の皆様、こんばんは。司会の岩田光雄です。あさ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 あ。はい、同じく司会を務めます相澤舞です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕は相澤さんとはほぼほぼ初めてですかね。そうですね、ほぼほぼ初めましてです。どうも初めまして、よろしくお願いします。今この名刺出すタイミングですけれども、ちょっと名刺がないもんで申し訳ございません。いや、私あの、はい、ココアグリーンウッドの世代で、マジですか。めっちゃ見てたんで。見ててくれましたか。はい、ラジオも聞いてました。うわ、味方がいたぞ。真横に味方がいましたよ。すごい嬉しいんですけど、今日は。そうですか、うん、じゃあ今日何かここで2人の間に芽生えるかもしれませんね。はい、この番組はですね、チャンネル 5.5 が制作するパロディ版、はい、パロディ版のだめカンタービレの公開を記念した特番になります。はい、今までですね、数々の名作をいい意味で
でですねぶっ壊してきましたけれども、今回はどんな作品なんですかね。楽しみです。はい、大変気になります、はい、ということでですね、はい、早速作品に関わった方たちを関わった方たちに、はい、直接お話をお伺いしたいと思います。そうですね、はいはい、本日のゲスト千秋役の梶裕貴さん、のだめ役の金田智子さん、そして制作と声優でも参加しているフロックマンさんです。よっしゃー、すごいテンション。もっと弾幕をお客さん視聴者の皆さん、もっと弾幕をちょっと私衣装かぶっちゃった背景のですか、後ろと壁と、壁と、はい、いいじゃん、お前そのくらい溶け込んだ方がなんかいいよ。岩田さんもなんかちょっとごめんね、ちょっといい、ちょっといい、まずね、僕ね、ゲストの皆さん座らせたいんで、それからにしまっていい。でも、ゲストの皆さん、とりあえずお座りください。はい、すいませんね、すいませんね、あとね、もうちょっと待ってくれる、これからね、順番にみんなのご挨拶があるから、その一通り行ってから聞くから、待ってて、ね、待ってて、はい、じゃあお願いします、はい、僕からで大丈夫ですか、はい、自己紹介をお願いします、はい、今回、僭越ながら千秋真一役をやらせていただくことになりました、梶裕貴です、よろしくお願いします。さあ、待ちきれない。はい、はい、今日は生放送ということで、生放送は私の中でパンツを履いてないイメージです。オープニングは何言ってるんですか。そうね、なんかそれぐらいフルフルした感じってことだよね。違う、そのぐらいなんかそのままダダ漏れって感じだから、あの気をつけないと思ってます。そうだね、気をつけて、特に君、ほんと気をつけてないから、はい、大丈夫。そして、はい、私、久々の人間役で、はい、ちょっと嬉しくなってます。そうか、なんやろな、隣のおいちゃんに感謝しないとな。もう、久々の人間役でちょっと待って、ちょっとご挨拶させてくれるかな。もう仕上がれよ。マジですか。はい、ね、今ね、黙ってないよ。えまだ言ってなかった。じゃあ、あと5秒ぐらいあげるからさっさと言ってください。お願いします、はい、どうぞ。のだめ役をやらし、人間役のだめ役をやらせていただいてます、はい、金田智子です。これ、金田さん、お酒とか飲んでないですか。大丈夫、これ、しなさい、しなさい、しなさい、大丈夫ですか。もしかしたら飲ませた方が、もしかしたら落ち着くかもしれないけど、今度、ね、試すけ、ちょっと試す、自信がない、ね、怖い、はい、じゃあ、OK、じゃあ、それではお待たせいたしました、はい、フロクマさん、お願いします。はい、毎回この番組で、はい、番組の冒頭と終わりで、10歳老けたフロクマです。今日は記録作るそうですね、ほんと状態で結構老けてる。ぴったりですもんね。すごくないですか。お前だよ、お前。ちょっとお前黙ってろ。フロクマさんだから。ちょっと待って、ちょっと今な、フロクマさん、まだな、ご挨拶途中やん。まだお名前ちゃんと言い切ってないから。はい、今回はのだめカンタービレを、僭越ながらまたぶっ壊させていただきます。はい、楽しみです。楽しみにしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あれ無駄引きできたんですよ。多分関係ないと思うよ。そうですそうですそうです。いや、あのね、カジ君乗らなくていいから、そういうところ。違います。持ち上げる人、持ち上げる人ないから。俺はね、こいつ、はい、今日はね、はい、同じ事務所だし、古い付き合いだから。待って、後輩じゃない、後輩。すいません。すいません。ちょっと先輩っす。僕挟んでそういう話楽屋でやってもらっていいですか。もう始まってるんですよね、本番。ね、そうだ、やることいっぱいあるんですよね。そうです、あります、あります。早速ですね、はい、お話を伺っていきたいと思います、はい、まずはフロクマさん、はい、今回のコラボ作品、はい、のだめカンタービレを、はい、これ選んだ理由っていうのは何なんですかね。いや、選んだ理由もとにかく、はい、まあ、今回毎回毎回ですね、このカロリーメイトの、はい、まあ、こうパロディ企画というか、うん、やらせていただくにはやっぱ誰もが知る、うん、しかもあ、これやったらこういうことができるんじゃないかなと誰もが思ってるけどなかなか実現できなかったものということで、はい、選ばせてもらって、まあ、最初は近代少年の事件、はい、で、それは高架機動隊とか、はい、それもいいチョイスですけど、そうですね、だから最初の作品は少年誌、はい、で高架機動隊は割とこう大人というか、そうですね、向けだったんで、こうやっぱのだめカンタービレで女子向けにちょっと行きたいな、アプローチしてみたいなと、でもまたテレビドラマもされて、はい、誰もが知る作品だと思いました、はい、でもカロリーメイト、カジ、カネダ、まさか、まさかですけど、勝つながりとか言いたい、勝つながり、勝つながりすごいじゃないですか。ちょっと、もうちょっとごめん、お前今ね、例えば回転
数が78回転だとしたらもうちょっと48回転ぐらいまで落としてくれ。48回転、うん、そのままでいけ。サクドルはサクドル、サクドルからいいよ。いいですか、うん、はい、俺がちょっと待ってって言ったら止まる努力をしてくれ。分かった、よしよし、じゃあ今止まれ。はい、はい、じゃあ相沢さん、はい、続きをね、はい、いやもう今日は岩田さんがいてよかった、そうですね、本当にありがとうございます。カジさんは、はい、今回千秋役を演じる。ちょっと待ってね、これ、はい、突っ込まざるに、カジさんはねっつって、うんつって、お前がなんでうんつって。カジさんじゃないよ。カジさんじゃねえだろ。歌詞が一緒じゃないんで。はい、な あ, あそうだねじゃね、お前大人だよ。しっかりしろよ。ちょっとだけ喋る時間を。オッケー、いいですか。あの、私を映さないでカメラマンさん。じゃあお前置いといてな。カジさん、カジさん、よろしくお願いします。はいですはいはい、今回千秋役ということで、はいはい、どうでしたか。ざっくりしたんですね。どういうことですか。あの、この話が来た時、はい、あの どんな感じでしたか。気持ちいや、そうですね、あのもちろんあの原作のダメカンタービレは知っていましたし、うん、あの読ませていただいたり見たりしていた作品で、なかなか自分がその千秋さんを、千秋真一を演じるなんて想像がつかなかったんですが、うん、まあ、実はもうあの第1回目のそのアニメーションの方は収録しておりまして、うん、当然そのキャラクターも見させていただいたんですけども、うん、だいぶ違います。ショックを受けるんじゃないかってぐらいキャラクター違いますので、はい、うん、これだったら、原作のイメージを僕が壊すことはないなと思って、そうだ、ね、受けさせていただきました、うん、はい、僕ねかっこいいと思ったある種。そうですね、うん、あそこまで攻めるっていうのはそうだよ、ね、なかなか、うん、3人ともね潔いね。だって私の久々の人間役だし。もうちょっと待って、次もうちょっと、もうちょっと、多分、はい、もうちょっと待ってて、はい、はい、どう、そういう感じですかね。そうですね、うん、なのであの早く見ていただきたいですね、うん、あの、うん、皆さんちょっと一回本物を、うん、ちょっと記憶をこうパッて忘れていただいてから見ていただくのがいいのかなと思っております。はい、ありがとうございました、はい、そして、はい、どうですか金友さん。いや、なんかあのすごく監督が、はい、あ、監督ですよね。監督ですよ。どんな確認ですか。なんだろう、ドキドキするな。監督ですよ。ドキドキするな、俺。何言っちゃうの。じゃあ誰がどう思ったの、この方は。ただのフロックマン。フロックマン、芸人さんがどう思ったのか。普通のフロックマンさんだと思う。でも監督が、なんかすごい、ノリノリ、あの、すごい、後で、あの、絵とかも後で、あれしてくれるし、あれじゃない。そこ大事だと思う。なんか後で絵をいわゆるそれしますってね。そう、プレスコだったんだ。そう、お礼語みたいな。プレスコではないですよ。お前今感覚で言ったのお前。感覚だよなお前。でもそういう感じで、すごい後でやってくれるって。プレスコみたいな。そうそうそう。そうです。すっごい。だから、あれなんか割とあのこう伸び伸びやっていいですって言っていただいて、うん、だからもうあのすごい嬉しかったです。やっぱ暴走、あ、言っていいのかな。いいよ、大丈夫大丈夫。暴走族。わい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